ゆっくりの、怖ーい話。私の、知らないでしょうか。オープンにチャンネル、なんじぇい。ここに何かを探す人がすれ立てしました。私の知らないでしょうか。なくなってしまったのですが、探してもたくさん探してもないのですが、どうするんでしょうか。何を、探しているんでしょうね。首かな。そんなわけないだろう。首は確認しましたがありました。しっかり触ってから鏡でも見て観察してありました。え、確認することなんですかそれ。この人普通ではありません。探し物は何ですか。見つけにくいものですか。千の風に、なるほど、食ね。諦めることも大事やで。諦めるのは嫌です。久留米の先に外なのでこれは諦めるとダメなのです。意味がわかりません。見つけにくいものか、カバンの中探してみや。カバンには耳しかないです。カバンではないです。外のポケットにもありませんでした。ありませんでした。ありがとうございます。何がありがとうなんだろう。本棚とかに小指あるんちゃう。本棚にはいつも右手ですのでありませんでした。昨日も一昨日も掃除してきれいにしています。さっきから体の一部がいろいろ分散していますね。机の中も探してみたら、机は先月なくなってしまったのですが、おそらく泥棒です。最近は物騒になったので皆さんも気をつけてください。泥棒はクローゼットの下から2番目ですけど。泥棒はクローゼットの中に、折りたたまれてしまわれたんでしょうかね。僕の右手知りませんか。行方不明になりました。私は右手はよく鏡に映して調べていますね。笑い、私も忘れっぽいので、私たちは気が合うかもしれませんね。笑い、小さな鏡を買っておくといいかもしれません。これで問題の半分くらいは解決しますよ。笑い、お互い大変ですね。笑い。二重の人は冗談だったのでしょうが、マジレスされてしまいましたね。大きさは右のポケットにちょうど入るぐらいです。左のポケットには入りませんが手首の方ですので少し時間がかかります。匂いは桃の天然水を冷やしてカラーコーンに注いだ時の匂いですね。不思議な匂いなんですけど、不思議な香りがします。笑い。その例えが不思議だよ。色は香りですね。私自身よく混乱しますが気をつけています。でも色大きくなんて変わってますね。笑い。ちょっと変わってますね。笑い。食べてしまったらお腹を壊しちゃいますよ。笑い。あまりお水を飲みすぎないでくださいね。ちょっと変わってますね。笑い。先ほどから1の安価先のレスを載せていません。その理由は、削除されているからです。理由は、この先を見ればわかるかもしれません。多分明日はお金で買えますね。日によってまちまちです。疲れる時と疲れない時があるので大変です。そういう時は買えますよ。実在しないのはおかしいです。実在していたので確かにあるはずなんですが実在していたものは実在していることになりますよね。でしたら実在しているはずです。前も鏡で確認しましたから。ここら辺も安価先が削除されています。そしてここで1の書き込みに変化がありました。やめて。44のレスに反応しますが削除されています。やめて、消してくださいこれ、やめてって。やめてくださいね、笑い、消してくださいね、笑い、ちょっと待ちますから消してください、消してくださいね、もう少し待ちますので、私も我慢しているので。44に一体何が書かれていたのでしょうか。やめて消してね、すごいですよ。おふざけよな、消して、駅ニキについてどう思いますか。駅ニキって誰だ。早く消してくださいね。あまり時間をかけないでください。私もです。私も無理を言っているのはお手数ですが、消してくださいね。笑い、やべえ、やべえよ。もういいですか。消してくださいね。消して、消してください。消してね。早く消さないと消してね。笑い、こういう薄れ立てられると自分がおかしくなったんじゃないかと思ってまうわ。やっぱり消えてない。ずっとそばにあって大変なんですよ。消してくださらないと服の中に堅牢なもので無理になってしまいます。消して、もういいです。警察に行きます。お前警察とグルなんだろ。消して。そしてこの人は最後に、オンジェイってたまに病院案件の人間が湧くのはどうしてなんや。決して、許さない。この書き込みを最後に消えていきました。この人は何を許せなかったのでしょうか。44には一体何が書いてあったのでしょうか。このスレのもう少し先に過去のログを調べられるところから、44の書き込みを探したらしきレスがありました。それをご覧ください。どうやらこれが消された44と45のレスのようです。1はこのレスのどこに許せない部分があったのでしょうか。私にはわかりません。皆さんは、わかりますか。いかがでしたか。元から言動がおかしかった1が、とあるレスによって表現したスレ。果たして1は何を探していたのか。そして44の書き込みのどこに許せない部分があったのか。謎のまま終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか。感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖ーい話。トイレットペーパーが減るのが早い。オープン2チャンネル、ビップ、自宅の異変を2チャンネルに報告する者がスレを立てた。
一人暮らしなのにトイレットペーパーのなくなるのが異様に早いんだが、新品にしたのが翌日には半分くらいになってる時がある。明らかに俺以外の誰かが使ってるんだが、一度マジックで線をつけておいて外出から戻ると線がなくなってた。霊的なものは信じないんだがちょっと怖くなってきた。こういう経験ある人おる？霊を信じないならまず人がやったと考えるべきではないかな。怖すぎはロタ。無遊病とかかもよ。ごめん、俺がトイレ借りてる。天井裏とか床下とか、ホームレスが住み着いてたり、マンションだしそれはないと思うんだが。マンションでも合鍵作られたりしたらいけると思いますがね。トイレの神様ちゃう。神様ってか。結構余裕ありますね。前の持ち主が勝手に自由に出入りしてる定期。だとしてもなんでトイレだけ使う？やっぱ誰か侵入してんのかな？鍵変えようかな？めんどくせ。他にこういう経験ある人いないのか？ここに入居して半年間ずっと悩まされてる。半年放置とか精神ずぶとすぎだろ。お前が留守にしてる時間は、どれくらいかってこと？ 30 分くらいの外出で半分くらい減ってた時があったよ。天井裏か合鍵かな。やっぱ合鍵かな。元カノから返してもらってないんだけど、そんなことする奴には思えん。トイレットペーパーだけなの、冷蔵庫の中の食材とか減ってない。あれ、あったはずなのになーってのはあるけど、そこまで気にしてなかった。寝る前にマジックの線やってチェックしよう。今夜もう一回やってみるわ。それまでにこのスレ生きてたら写真ウプする。ユニットバスとか慣れると天井裏に入りやすい。ユニットバスですわ。マジで誰かいるのか。その場合どうしたらいいんだよ。バルサン全部の部屋でバルサン炊いたら不法侵入してるキモータが窒息してたりして。パソコンとかも壊れそうじゃん。ビニール袋かぶせるなり外に出すなりできるだろ。面白そうだからカメラ仕掛けて配信しよう。配信ってノートパソコンいるよな。一応今の状態取っといた。外出の予定ないから減らないと思うけど。こんなわかりやすく書いておくのかよ。そこからヘッダー逆の果てに、ビットバツ、ビップ丸って書かれるよ。P が D になってますね。お前の人格が一時的に入れ替わってるんじゃね。二重人格ってこと？いわゆるもう一人の僕ってやつですね。正体が気になるからカメラ設置しよう。普通のビデオカメラでいいの？ないから買わんといかんか。せっかくだしちょっと外出してきてみようかな。仕事中だけど、30分くらい。仕事中に2チャンネルやってなおかつ散歩をするってどういうことなの？この人の方が怖いんじゃないかな。ちょっと外出してきてや、用紙一が留守みたいだからみんなで突入するぞ。外出するときドアにセロハンテープ貼ろうぜ。じゃちょっと出てくる。今来た産業、面白いことになってんな。なんか釣り臭い、おもろそうだから釣られてやろうぜ。未使用のトイレットペーパーの方に、タバスコ、デスソースなどの辛い調味料を染み込ませておけばいい。忘れて自分が使ったら偉い目に遭うな。一が出かけてから1時間を。10分ほど前に帰ってきたが事情があって今になった。起こったことを正直に話すぜ。これ出かけるときに玄関の外に貼ってたテープ。帰ってきたらこうなってた。でもこれは粘着が弱くて剥がれたんかなって思った。鍵もちゃんとかかってたし、トイレはどうなったんだ。で問題のトイレットペーパーなんだが、結論から言うと減ってはなかった。こうなってた。減ってはないけど明らかに下にちょっと引き出されてる気がする。最初の写真と見比べてみてくれ、って思ったんだが、俺があまりにもわかりやすく書いたんで警戒されたのか、で怖くなって押し入れとかベッドの下とか確認してて遅くなった。チェックするならわかりにくい側面に1枚の横にかすかに染色しとけば、気づかれず使用度チェックできる。そろそろ釣り宣言かな。早くも飽きてきた人がいるようです。こういう系の釣りすれ前見たわ。トイレが綺麗になってるみたいなやつ。釣り宣言したいところだがどうしたらええんや。とりあえず鍵は変える。いや変える前にビデオとかで証拠押さえた方がええんかな。まあ証拠は押さえといた方がいいだろうな。男か女かでも変わるけど、どっちよ。女ならストーカーとかありそうだけど、字汚いし男っぽくないか。人のこと言えないけど。さっき元カノの話をしていたので男でしょう。すいません、一個嘘ついてました。俺とか元カノとか言って男を装ってたけど女です。元カノは元彼です。でもこっちが振られた方なんでストーカーとかする意味はわからんしないと思う。女性だったんですね。ここからは女性ボイスでいきます。女かよ、字汚いとか言ってごめんな。ちょっと傷ついた。カメラ設置して明日すれ立ててや。カメラとかちょっとわからないので、詳しそうな男友達いるので聞いてみます。女の子なら余計心配やん。何かしら防犯対策しておき。でもこの女この状況を半年も放置してたんだぜ。と。ここで1が変な書き込みをします。何があったのでしょうか？住人たちはというと。ああ、かわいそうに、Y は忘れないよ。終着点を見失ったようだ。死んだか、なんか釣りっぽいな。ほぼ釣り扱いされてますねこれ。1で相撲解決しました。お騒がせしました。唐突に解決を報告する1。なんだったの？これ本当に1か。やだ怖い。死体を始末した犯人定期。そんな犯人が定期的にいるとかにちゃん怖すぎ。突然間が空いたと思ったら今度は名前欄にわざわざ1と書いて慌てるようにおしまい宣言。なんかあったんじゃないのこれ。犯人は1が書いたオープンビップって文字を見たんだろ。このスレ発見されちゃったんじゃねえの。それだと筋は1を通りますね。これは通報事案かな。アクセス履歴からこのスレ来れるしね。解決した経緯書かないしこれは怖すぎる。落ちかけよ。中途半端なやつだな。怖いスレがまた1つ増えたな。落ちをかけと言われたからかここで1が経緯を書きました。
すいません遅くなった。外出してました。帰ってきてこのスレ見てまたちょっと動揺してます。143は私が書いたものじゃないです。鍵を返してもらうのと、この件の相談もあって元彼と会ってました。結果犯人は多分わかりました。もっといろいろあったはずなのに一番気になったのがトイレットペーパーだってのが情けない。なんでトイレットペーパーが異様に減るのかも大体想像つきます。今思うと14とか17は本当に犯人の書き込みじゃないかと疑ってしまいます。一人で部屋にいるのは怖いけど元彼はもう彼女ができたみたいなので来てもらうのは遠慮しました。親もすぐ来れる距離じゃないので今は一人で何とかするしかない。下手したら警察沙汰なので全部は書けないかもしれないけど、気持ちと現状整理できたら書きます。多分というか絶対犯人3個のスレ見てると思いますが覚悟しておいてください。念のためトリップつけときます。ID 変わってないかな。スレ見てたら実害加えてくるかもやから気をつけるんやぞ。対策取れるまで誰かの家に泊めてもらうとかもせえよ。顔見知りの犯行ってこと。ちょっと待て、143が1じゃないってことは犯人は無断で同じ ID のパソ使ったってことか、久々にゾッとしたわ。鍵は結局取り戻せてません。他の人の手に渡ってました。128で出した人に、共通の友達だったのでその人捨てで返そうとしたらしいです。元彼と相談中にもここに来てこのパソコン使ったんでしょうね。ああいろいろ見られてるな。寒気がする震えが止まらん。おそらくですがこの部屋の音も聞かれてると思うのでテレビの音ガンガンです。どうやらこの128のレスの男友達が犯人のようです。あ、でもその人が犯人だとは断定できてません。ただ鍵が渡ってて私に返してないというだけ。あと家が結構近い。いろいろ仕掛けられてるな。カメラに詳しいらしいので盗聴盗撮はされているのでしょう。軽い気持ちで見たらめちゃめちゃヤバいやつやん。可能なら部屋に誰か来てもらうか。大事なもん持って避難する方が絶対ええで。どうせ見られてるんやからささっと行動した方がいい。釣りじゃないなら管理人と警察に連絡して退避しといた方がいいぞ。朝まで待ってたら後手に回る可能性あるしな。てか今もこのスレ見られてる可能性が。マジもんかよ。警察不動産や大家に連絡して逃げる準備しなきゃ。てか即警察に来てもらえ。ここまで証拠一切オプなし。お前らマジで信じてるの。釣りでもここまでやられると怖えよ。確かに短時間の外出で鉢合わせになったことないのはおかしいな。さすがに打足、有名な怖いスレのパクリにしか読めない。釣りを疑う人たちも多数いますね。一が次に来たのは翌日の夜でした。間空いてすいません。生きてます。簡単に現状だけ書かせてください。元彼から他の人に渡ってた鍵は返してもらいました。でも今回の犯人はその人じゃないっぽいです。私が会ったわけじゃないけど、元彼が鍵を回収に行った時の反応が本当に忘れてた感じだったらしいです。トイレットペーパーの件とかも気のせいだろうと言われました。昨日から部屋は特に異常ないです。ちょっとしばらく様子を見ます。心配してくれる人ありがとう。なんかこのスレがまとめられたりしてるらしくちょっとそっちにビビってます。お前本当に主か？ん？主？本当に主？トイレットペーパーの件とか普通じゃない気がするけど、それでもその家は出ないの。何かあってからじゃ遅いから早く部屋を出てほしい。本人ならね。本物かな？まあ、鍵預かってた人そんなことしてたら言わないでしょうね。犯人神経ずぶとそうだしそこら辺うまくやりそう。今は本当に気のせいだったのかもと思ってる。でもトイレットペーパー下がってたし、物理的におかしくないかい？無事ならよかったが、そうだよ。同じ ID で書き込みがあったのはどういうことなんだ？明らかに気のせいではないですよね。この書き込みをしているのは犯人でしょうか。見られてるの分かった上での書き込みかな。なるほどね、賢いな。そのパターンもあったか。だいぶ無理がある気がするけどね。ネット上だしその時の気分とかで口調変わったりすんだろうけど、なんかキャラに一貫性がないって思うのは考えすぎ。気のせいなわけねえだろ、お前偽物だろ。みんな疑心暗鬼ですな、最高。本人じゃない、今書き込んでる主は犯人を。いい加減にしろよ、気のせいだって言ってんだろ。これはまさか。本性出すの早くて草、気のせい、かっこ気のせいではない、怖すぎる。本当に多重人格かもよ。これかな。結局そこに落ち着くのかな。確かに多重か。ここまで見られてて犯人がわざわざこれ以上書き込むのはリスクあるしな。多重人格だとしたら、トイレットペーパーの消費ヤバすぎ。尻すれて痛いだろ。どこ心配してんの。いや、確かにその通りだ。つまり1が尻をオープすればはっきりしますね。なんだ多重人格者だったのか。納得した。さて、寝るか。なわけねえから。などと住人たちは考察したりしていましたが1はなかなか書き込みません。次の1の書き込みは夜中の4時でした。やっぱり私は監視されてるか部屋に誰かいるみたいです。明日週1回の病院の日なので先生にも相談してみます。おやすみなさい。さっきのレスは何だったんだ。やっぱり二重人格説が濃厚なのかな。ところで何の病院なんだろう。精神科。突然分隊が変わって週に一度の通院と来たか。三河君子といい、ここの1といい、今月のオープン怖いな。2チャンネルにはあまり知られていない怖い話が多々あるようです。ああ、精神的なものか、となるとそういう系統の病気ってことか、なんか納得いかん感じやな、主には落ち着いてからまた状況を教えてほしいな。1が次に書き込んだのは翌日の夜9時でした。おはようございます1です。気分が悪く長く寝てしまいました。まだいろいろ混乱しててちょっと疲れてしまい考えることを避けてしまってました。でももう特におかしくなことは起こってませんので皆さん心配なさらないでください。でもやはりちょっと怖いので手遅れにならないうちに引っ越しを考えてます。留守中はまだいいですが、寝てる時人に入られたりとかはゾッとしますね。このレスに関してですが、
読みやすいように改行を直したりせず、原文のまま載せています。ここまでの位置の書き込みではこんな変な改行をする癖などはなかったのですが、妙な打ち方です。鍵閉めるとき全部回さないで半分くらい、斜め、で止めるといいよ。そうすると外からは鍵を回せなくなる。どういうことなの？とにかく本当なら身の安全を確かにね。これはどうやら縦読みのようです。お前を見てるぞ。オチとしては弱いな。終了かな。ありがちだな。はあ、釣り宣言なのか。偽物が書いたのなら怖いな。完全に釣り扱いされています。まとめさん、オラレインボーで。後半クソグダグダだったけど終わってよかった。お前を見てるぞ。で終わりか。二日目までは楽しかった。解決せずに失踪した方がよかったんじゃね。どうやらこれで終わりのようですね。と、思っていたら。あなたいい加減にしてもらえませんか。ふざけた縦読みとか、面白半分に人を不快にして何が楽しいんだか。651は偽物です。騙されないでください。今対応中です。651とは先ほどの1の書き込みです。わけわからん。なんだこれ、1生きてた。もう全員1の自演なんじゃないかと思ってきた。もう下げろよ、クソスレしょうもねえ。まとめサイト希望の色にしてくれない。だってめんどくさいもん。うんこ色でお願いします。釣りなら釣りで楽しかったからいいけど、終わらせてくれんとしまらん。いつまで引っ張るんだよ。グダグダと見苦しい。続けたせいでダサくになり下がる典型。もうみんな飽きていますね。そしてここで1が書き込みます。多くの人を不快にさせてしまってるようで、すみません。申し訳ありません。結局いろいろと対応中で書けることも多くありませんし、手に負えない状況ということで叱るべきところへ相談中ですので、皆さんおっしゃっている通りこれで終わらせていただきます。このまま沈んでもらいます。失礼します。沈むってなんだ。沈んでもらいますに草。助けて。本当だ。おっと、どういうことでしょうか。助けて。どうやらまた縦読みのようですね。助けて、助けて、また縦読みか、メッセージか、このまま沈んでもらいます、スレか、スレ主か、助けてみこしでわっしょいわっしょい、やっぱ最後の産業はみこしなんか、お祭りでしたねってか。果たしてこの縦読みは偶然なのか、それともみこしに隠された意味があるのか、1の書き込みはこれ以降ないので、その謎は謎のままなのでした。いかがでしたか？自宅に何者かが侵入しているかもしれない。そんなスレでした。まあ多分釣りだとは思いますけどね。家の中に人が入ってるかもしれないのに、半年放置してVIPにスレ立てとか、だいぶ無理を感じます。もうちょっと設定を練ってほしいところでした。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖い話。投資で爆死していく人たち、FX や株、今では仮想通貨、そこには一発大逆転を夢見る人たちがいます。そんな人たちの怨嗟の声が2チャンネルに書き込まれたものが集められました。椎茸工場勤務ですが、118ロング100枚を 113.00 にストック注文入れました。ストック引っかかったら小手半にして新規1点やり直したいです。原資が半分に。椎茸工場勤務らしく素直にポンスイロングしとこう。ポクタンがために貯めた500万が飛んでいく。このまま113に触れずに素直で爆上げを望む椎茸マンであった。すん、あやはやや、500万円。一生懸命貯めた500万円。25歳にして酒もタバコもギャンブルも女遊びもせずに必死に貯めた500万円。金を失ってくる様がネット上でもはっきりとわかりますね。7年前初めて、ビギナーズラックと怖さ知らずの入れ場で30万を2ヶ月で800万にした。思えばあれが人生狂うきっかけだったのかもしれない。俺、相場のセンスある。と勘違いした。1億いったらリーマンやめて、自由に生きる、俺ならできると、根拠のない自信を持ち始めた。それからは坂道を転げ落ちるのに時間はかからなかった。もう何もかも失った。金も女も、FX 以外のものに興味が何もなくなった。給料入れば入金、ボーナスもらえば入金、入金しては入ればでロスカット。何回繰り返しただろう。気がつけば弱い36。貯金は10万もない。もう死んでしまいたい。もう自殺したい。マジで毎日考えてる。金が全てと思って、リーマンで掴める小銭なんかじゃ人生変えない。金こそ全て、金持ってる奴が偉い。金のない奴なんて生きてるだけ無駄。そう思って FX 続けてた。そして結果、俺が一番軽蔑する無一文野郎に自分自身がなっていた。無一文どころか、少し借金もある。人生もう終わった。やり直すには年食いすぎる。少しくらいの借金ならまだいけますね。頑張りましょう。2007年9月6日、今日から FX、はじめまして、30歳のフリーターです。100万円の全財産を使って FX に挑戦、3ヶ月ほど毎日デモトレードで練習したので、かなり詳しいです。デモトレードでは資金100万円から初めて500万円まで増やしました。目指すはお金持ち、タワーマンションに住み、高級車を乗り回したいです。その前に車の免許を取らなくちゃ、頑張って更新するので、応援してくださいね。デモトレードでうまくいったらしいので期待持てますね。
今日の取引、サブプライム問題の影響でドルが不安定。でもここが狙い目ですね。下がったところで100枚買いました。115.37×100枚。残高100万円。今日は初だったので、朝からずっと様子伺ってました。今が買いです。2007年9月8日、さようなら、最初で最後ってこういうことを言うんですね。昨日夜中に 114.43 で強制ロスカットされてしまいました。現在残高6万円、1回の取引で半年分の給与が飛びました。すごくショックでこれからどうやって生きていけばいいかわかりません。マイナス94万円。わずか2日で死んだようです。というかこの人、前のレスで 115.37 円の時ドルを買ったようですが、ここに 114.43 でロスカットと書いてあります。1ドルの価値がわずか 0.96 円下がっただけで死ぬようなハイレバレッジでやってる時点で絶対成功はありえませんね。でもトレードで成功して自分に才能があるって思った人は基本死にます。株で大損したので、インターネットで、株で絶対損しない方法、という情報を見つけて、3万円で買ったら、送られてきた封筒の中に、1枚の便箋が入っていて、株をやめなさい、とだけ書いてありました。これは詐欺で訴えることができるのでしょうか。確かに、絶対損はしないですよね。詐欺にならないんじゃないかな。第1部、今までヤフーの掲示板などを見てばかりいましたが、今日初めて書き込みをします。本当はもうキーボード打つ気力もないけどでも誰かに聞いてほしくて書きます。極悪の助言投資顧問には、人を騙すゴキブリが腐るほどいます。実は最近、全財産を注ぎ込んでジェルを高値で買ってしまいました。しかも信用すべて使ってです。3680万の3倍です。信用というのはレバレッジのことですね。奥ですよ、奥、死にたいです。もう生きられませんよ。明日強制決済です。インチキの投資顧問に推奨されてです。悪徳で有名なところです。東京都中央区の過去営業停止になったところです。みんなも知ってるはず。金融庁、財務局のブラックリストです。もうおしまいです。死にたいです。全財産は30年間1日も会社を休まず、必死になってやっとの思いで貯めた3680万円です。月給25万弱したない私にとって、3680万貯めるのにどれだけ大変な思いをしてきたのか、悔しくて涙も出ません。第2部、先ほど妻とマナ娘と俺と3人で美味しい王将に行って少し元気もらいました。マナ娘はもったいないから、もういいわ、みたいなことを言っていて、俺は今日、いくら負けたのかと、マナ娘が230円の杏仁豆腐を遠慮してる姿に、己の愚かさがあまりにも惨めだった。飯代は3人で2270円でした。安いね、2270円でこんなに美味しいものを家族と食べれるんだね、しみじみ思いました。株について少し話してみたい。株は勝てれば楽しいだろうけど、負けたら本当に地獄です。貧乏人がなんとか楽しようと株に手を出し、貧乏人がさらに貧乏に突き落とされる、そんな世界です。どれぐらい悲惨かというと、これほど悲惨なものは他にないだろうと思います。3680万あって貧乏人とはこれ以下に、貯金5桁くらいの貧乏人はこの世に5万といますよ。第3部、スポーツや芸能界の世界も同じように一かけらのスターが生まれ、活躍できなければ惨めな人生を送るかもしれない。でも、株のようにお金まで奪われることはないから、まだマシだと思うのです。サラリーマンなんてもっとマシです。どんだけヘボでも働いていれば給料出ます。そして勝てない自分があまりにも惨めであり、汗水垂らして働いたお金1年分でさえも、わずかたった1回の愚かなトレードで一瞬にして奪われてしまう。これほど愚かで残酷なことは他にあるでしょうか？いや、ありません。私はこれほど残酷なものは他に知りません。そしてそれらは全て自分の責任です。嘆いても喚いても愚か者と罵られるだけ。勝てば官軍です。とてつもなく汚い世界やなぁと思った。儲ける奴なんてとてつもなく儲ける。バンク関係のやらせかもしれないが。BNF ことコテガワなんて250億か。秋葉に90億のビル買ってオタクの分際でキモい顔してテレビ出て偉そうに。昼飯カップラーメンってそんなに金いらんやろうと思う。普通考えておかしい。負け組から奪った金である。あの250億に何万何十万人と泣かされている。でもあいつは本当に株で稼いだのか。あれは何者かのやらせなのか。ここまででこの人の主張は終わりのようです。大元のコキペがどこのものかわかりません。しかし自分が負けたからって株で稼いだ人を悪人扱いはどうなんでしょうね。みんなおはよう。起きたらコツコツ貯めた貯金がカモメの涙くらいになってたよ。ちょうど人生の目標を失ってたとこだから、ここらが石音かと頭が回らないうちに区切りつけるよ。独り身だから発見された時にはミイラかな。さようなら。残った金でおっぱい揉んでこい。おっぱいは大抵の悩みを吹き飛ばすぞ。おっぱいは大抵の悩みを吹き飛ばす。名言ですね。ほんとだ、ちょっと乳首いじってみたらなんかどうでもよくなってきたよ。違う、そうじゃない。前乳首かよ。この人はもうダメかもしれませんね。こんなことになるなら大事なお金をインバスト口座に振り込む前に国産うなぎと大トロをお腹いっぱい食べとけよかった。あとソープって言うんですか、そういうとこにも行きたかった。もうどうでもいいですがね、そういえばドラクエ10まで出てるんですね。7から後ろはやってないな、やっとけばよかったな。この人はもうこの後死ぬつもりなんでしょうか。今からでも消費者金融でお金借りてうなぎと大トロ食ってソープに行ってきてもいいんじゃないですかね。今タイに言うんだが、トルコリラのスワップが1日2万円の不労所得で一生暮らすつもりだったんだが今朝全部ロスカットされた。日本の賃貸マンション契約とかも全部解約してるし、会社には辞表叩きつけてる。日本には何もない友人には不労所得で暮らすことを言ったら羨ましがられたのに、嫁と子供にはまだ何も言えてない。俺はこれからどうすればいい。
スワップというのは1日ごとにもらえる金利のようなものと考えてください。この当時の1日のスワップはトルコリラを1万通貨持っていると、90円くらいもらえます。1日に2万円スワップでもらうには222万トルコリラが必要です。この時1トルコリラは25円くらいでした。つまり5550万円必要になります。こんな金きっと持っていないので高めのレバレッジをかけたのでしょう。この月に22円くらいまで落ちているのでそこでロスカットされたのでしょうねきっと。ちなみに今現在トルコリラは8円くらいまで落ちているので、当時トルコリラでレバレッジかけていた人はおそらく全員死んでいますね。結構詳しいなって。私も40円くらいの時に仕込んでおいたのが昔ロスカットされましたね。トルコリラのスワップ狙いは絶対やめましょう。まだメキシコペソの方が安定しますよ。いかがでしたか？一発逆転を狙うのはいいのですが、投資でやるときは失敗する確率の方が高いことを理解してやりましょう。あとさっきメキシコペソの方が安定するって言ったけど、メキシコも国が安定しているとは言い切れないので暴落することもあるので気をつけてね。皆さんはこの人たちをどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖い話。暗号を解いてほしいのだが。2011年2月16日、人が失踪するとともに、暗号を残された者がスレを立てた。暗号を解いてほしいのだが、大学のサークルで揉め事がありまして簡単に言うと三角関係なんだけど、それがきっかけで当事者の一人がサークルも辞めて大学も辞めちゃったんだよね。結局そのまま音信不通で全く連絡が取れなかったんだが、最近その辞めた奴が三角関係のもう一人の当事者に手紙だの、無言電話だのをかけてるみたいで相談されたんだが、その手紙の中身が暗号っていうか、変な数字の羅列なんだよね。相談されたから自分でも同じものメモって調べてみたんだけど、謎なのでなんとなくビップで相談してみます。暗号はメモごと貼ります。人がいなくなり、暗号が送られてきた、ミステリー作品によくあるやつですね。三角関係って何？長い、三行で、どうやらフィボナッチ数列のようだな。早くしてくれ、風邪ひくだろ。なんで風邪ひくんだよ。これが暗号をメモったやつです。数字の羅列ですね。果たして何を意味しているのでしょう。見づらいよ、なんだこれ。点はお前の癖なのか、それともそれが原文なのか。原文です。あ、最後のピリオドに関しては俺の癖です。文字の間の点は原文のままです。二行目の塗りつぶしも原文。あ、それも俺のミスです。ミスだらけです。本当に得気あるんだろうか。おいち、暗号なんだからちゃんと写せばか。これ俺の電話番号だな。誰か電話突してみたら。電話番号には見えません。ですに原文番号打ち込んでほしい。汚くてわからん。なんか手紙は何通も来ていて、全部同じこの文字列らしく、俺はその原本を自分で書き写したんですが、ミスをたくさんした感じです。一応わかりやすく書いてみるとこれでいいはずです。原本から書き写す作業を俺がミスってた場合は一生解けない暗号かもしれません。ちなみに暗号かもわかりません。ひらがなに変えるとかやってみてるけどダメだ。なんか他に書いてなかった。手紙の文字列は完全これだけ。数字以外は何もなかった。本当何も情報がなさすぎるんだけど、実際こんな手紙が何通も送られてきてるんで、何もないわけはないかなって勝手に思ってるんだけど、わからないかな。数字をひらがなやアルファベットに変換する住人たちが現れましたが、しっくりくるものはありません。1スペック。大学2年、身長178、体重65、非同定。辞めた奴の個人情報を特定されない範囲で教えてくれ。性別や好きなもの。俺もそいつも手紙を送られてきた人も同い年で、辞めた奴の性別は男。趣味とかはよくわからんけど、よく本は読んでた。あまり役に立つ情報はなさそうですね。割と周りの友達とかとも相談していろいろ考えたんだけど全くわからん。なんか聞きたいことあれば答えるので、言ってください。女の子は可愛いの、可愛くないの。俺から見てもそうでもないです。古い言い方をするとスイーツ、笑い、ってやつです。これは場所を示している可能性が高い。どういうことでしょう。この直後に別の人がこんなレスをしました。どうやったのか場所を特定しようとしているようです。なるほど、緯度経度か、場所を示してんのか、Google マップの URL 貼れ誰か、緯度、経度か、68、お前やるじゃん。暗号でも何でもない気がする。ちなみに送られてきた手紙は手書きだったんじゃない。手書きでした。ちなみに場所ってどこですか？なんか場所によっては心当たりあるかもですが。全部、小中高大の住所だった。学校だけとは意味深ですね。4つの場所の中心に何かあるな。一応調べちゃったじゃないか、佐渡島南西の会場。海の上ってことは関係なさそうですね。光が丘第6章って俺の家の近くだわ。何これ怖い。小、中、高、大と揃っているが、誰かの経歴か。1、そいつの経歴なんじゃねえの。お前大学北海道。
俺は北海道の大学ではないし、俺の出身校とかとは関係ないです。ちなみにそいつの学歴は大学しかわからないのですが、俺と同じ大学なので札幌大学ではないです。やっぱビップって頭いいやつ多いな。社会に溶け込むことはできない天才みたいな感じでしょうかね。順番が、小、中、高、大、じゃなく、中、小、大、高、なのも気になる。一応地図。地域が全然違いますね。誰かの経歴とかではなさそうです。どうやら緯度経度による位置情報で間違いなさそうだな。さて次になぜこれを何度も送りつけてきたか突き止めよう。俺たちならできるはずだ。答え、糖質。1は、緯度経度のあたりから1の書き込みが減ってきています。この学校って結構全国各地って感じですか？スレの流れがよくわからないのですが。なんでわからないんでしょうね。2チャンネルに詳しくないんでしょうか？でもその割に最初の画像アップが普通にできていたり、トリップを普通に使っています。あとランダムな数字だとしたら数が近いのもなんかおかしいし、学校っていう施設が他の建造物より広いからってたまたま小中高大引っかかるかな。地図見る限り札幌仙台東京福岡っていう主要都市なのも気になるし、それぞれの学校で仲間を探せってことじゃね。全くわからないですね。そいつが今音信不通なので、今どこにいるのかもわからないですし。ちょっと待て、この暗号を送りつけたのって、女、男。男です、相手は女です。てか学校近くの奴が見に行けば、学校なんてどうせ正門までしか入れないし何かあるとしたら正門とかだろ。これ夜中の話なんでそんな時間に学校の周りうろついているところ見つかったらおまわりさん呼ばれますよ。正門とか榊原思い出すからやめれ。だが場所がバラバラということはその現場には何もないだろうな。送った奴も相手がわざわざ行くとは考えないだろうし。普通はそう考えますよね。相手の趣味とかわからない。緯度経度説以外にも応用可能な何かが見つかるかも。趣味、全くわからん。本当本を読んでたとしか。一応聞いとくが1は本当に当事者じゃないよな。相談受けただけなんだな。その当事者の女の子に送られてきたんです。ちなみに他のサークルのメンバーには聞いてもいないのでわからないです。1はどこの人なの？自分が暗号作ったから情報出さないの？なんか光なんちゃらの近くに2人くらいいるんだろ。お前ら行ってこいよ。そもそも1はどこに住んでんだ？その送った男の情報って小さいことでも書いたらなんか役に立ちますかね。一応必要なら書きますがすいません。なかなかこういうことって慣れてなくて。なるだけ詳しく、どんな些細なことでも書き込んでくれ。俺とこの ID が近くみたいだな。俺行ってみようか、試しに。どうやら近くにいる人が見に行くようです。冬の夜中に行くとかすごいですね。仮に地図だと仮定すると、なぜ東西南北を書かなかったか、ピリオドを打たなかったか、数字の桁がバラバラか、小中大校の順番か、場所を送ったか、おかしい点が多いな。確かに、その疑問は残る。でも、他に解読方法があるとしても、全部日本に来るような数字の組になることって稀なんじゃないかな。もう統合されてなくなった、光が丘第6を選んだってのもなんかありそう。あとは大学じゃなくて短大な理由も気になる。単なる位置合わせなんだろうか。緯度経度以降の進展は今のところないですね。ここで1が自分や当事者たちの情報をまとめました。俺らは3人、俺、当事者女、送ってるやつ、とも福島の大学の学生です。俺と女は特別何も関係なく大学のサークルのメンバーで送ってるやつも同じ大学のサークルのメンバーでした。サークルはちょっと特定されそうなので名言は避けたいです。送ってるやつは三角関係以外でもサークルでは割と嫌われてるやつでした。なのであんまり関わったこともなく詳しいことはよくわかりません。経歴はわかりませんが、県外から来たのは確かでもう大学を辞めて引っ越したのは事実です。ふむ、役に立つ情報はあるのでしょうか？通ってる福島の大学って地図上の仙台と練馬を結ぶ直線の上にあったりする。ないですね。多分位置的には全く関係ないと思います。230行ってみれば近いなら OK。 行ってくる。門の上に首とかあったら嫌だな。行ってら、もしもしで実況もお願い。三角関係については察してください。なんでところどころ質問ぬるしてんだよ。書き込みが遅かったりするのはぶっちゃけビップとかあんまりすれ立てたことなくて戸惑っているというのが一番です。何に戸惑っているのでしょうか？釣りなんだろ。一がやる気あるのかないのかよくわからん。確信に迫る質問は回避してる気がするんだが見バレ防止ゆえなのか。今北産業。今北産業とは、今北から産業で流れ教えてって意味です。小中高大、一と恋愛のもつれ、230がスネークするとかしないとか。誰かが親切に答えてあげました、ってあれ ?230 ってお前じゃねえか。何言ってんだこいつ。俺何してんだ。とりあえず取り付けとく。光が丘第6章ってか夏の雲に行くわ。気をつけてな。帰ったらウプよろしく。とりあえず突するようです。畜生、面白いスレはいつも深夜だ。ニートしか楽しめないようにできているんですよね。ニートだからいいけど。バッチリ楽しめるじゃねえか。スネーク無駄足だったらワロス、100% 無駄足。逆に各地で新たな暗号見つかったりしたら書籍か映画化まで行くぜ。逆に各地にあったら組織的な動きを感じますがね。各地に暗号とか逆にその男頑張りすぎだよな。どんだけ恨んでんだ。恨みで謎を送りつけても意味ないでしょう。一般人がこんな各地を回れるわけないんだし。中にはそれぞれの学校の校長の名前を調べて関係があるかもと思った人もいるようですね。それ送ってきたやつ調べたと思う。ひねりすぎ。全否定されていますね。
1、手紙は何通か送られてきたって書いてあるけど、最初に送られてきたのはいつ？それによっては267の行動が無駄になってしまう。最近のならともかく時間が経っているなら今言っても意味ないですよね。ちょいよくわかりません。てか実際送られてきた女に電話とかして詳しい話聞くべきですかね。時間が時間ですが、てか実際現地に行ってる人いるんですか？なんでお前はスレの流れを把握してねえんだよ。ちょっと電話してきます。すいません。現地に行かれてる方がいるなんて知りませんでした。この時間に電話するとか迷惑極まりないな。一グダグダすぎんだろ。このスレの勢いなら見てやスネーク行ったとか普通わかるわ。質問にもほとんど答えないし丸投げかよ。わかるもんもわからんわ。釣りにしてもグダグダですよね。なんか、おかいたの蓋みたいな雰囲気。あれはいろんな人たちが突したり騙したりする話でしたね。何回かしたのですが電話は繋がりませんでした。多分寝てると思います。すいません。ブダブダで。1がクソすぎる。1本当にやる気ないな。もうネタバレしろよ。1がクソすぎる。フルボッコにされる1。とりあえず行ってきたわ。なんかガムテ見つけたから取ってきたからウプするで。ウプロだどこがいいかな。突者が帰ってきました。ゴミ拾いをしてきたようです。ガムテってこれあんた方じゃないのか。セバーン。あんた方とは、ビッパーのあんた方に挑戦します。というビップの伝統とも言える謎解きスレです。暗号を解くと日本のどこかにある次の暗号が手に入り、それを見つけた人がネットに上げて次の暗号を解いていく、日本全国を股にかけたビッパーの総力を持ってやるイベントです。それに似ているという人が現れました。あんた方か、セブン行かないと、セバーン。あんた方の暗号がセブンイレブンにあることがあり、それを思い出した人たちがいるようです。セバーンというのは、セブンに行く班、通称セブン班、それをさらに短くセバンと呼び、叫ぶとセバーンになるようです。何の解説をしているんでしょうね私は。深夜、におつおつ。あんた方は多分昼に行われていたはずです。342おつ、暗号とか面白いけど1見てるとイライラする。釣りでも何でもいいからもうちょっとやる気出してほしいな。相手がその男だとなんでわかった。あと他の手紙の内容は、こんなに大事になるとは思わないのではしょったのですが、一応そいつが学校を辞めてから、手紙が来るようになったのと、もともと無言電話がかかってきてたので若干憶測で話したところはあります。ゴミかなって思ったけど、なんか数字書いてあったし、それっぽいのがこれしかなかった。思ってたのとちげえ、セバーン、あれ、37じゃ、セブンにはいけない。どんだけセブン好きなんだこの人たち。37、学校のどこに貼ってあったのか詳しく、学校名のやつの隣に看板があるんだがその上にガムテが貼ってあった、関係あるかね。他の学校にもガムテあったら面白いな、誰か近所いないのか。これ4箇所全部集めないとダメなのでは、4箇所全てのガムテを集めるってことか、それで8桁になる、ドラゴンボールかよ。それぞれの学校に2桁ずつの文字列があって、それを、上から順、あるいは、小中高大、の順に8桁の文字列にして、セバーン、ってことか、回りくどいわ。てかこれなんなの、本当に4箇所にあったりしたら釣りでもおっかねえ。とりあえず、もう1箇所にガムテがあれば、セバーン、って間違いない。じゃあとりあえず誰かどっか見てきてほしいですね。仙台なら5、6時間車走らせればいけるから行こうか。そこまで頑張ることではないよ。でも犯人がこれ一人で全国回ってガムテ貼ったのか、時間かかるし普通学校側に捨てられたりするんじゃね。だよな、普通気づいた教師とかに外されると思うんだ。ってことは今日、学校が終わった時間に貼ったんだろうか。でもそれなら距離がありすぎる。各地の4人が貼ったと考えるのが正しい。頭がこんがらがってくる。とりあえず残り3人の勇者集めないとな。一応念のため、誰か撮影時間とか機種とかわかるやついる。誰かがデータを解析して貼ってくれました。これを見るとどうやら先ほど撮ったもののようです。事前に準備されたものではなかったようですね。俺周遊の近くだぞ。俺取り付けた方がいい感じかな。新たな勇者が現れました。テスト、ついてるかな。オッケー、行ってこい勇者様。では勇者が帰ってくるところまでスレを進めましょうか。と思っていたら妙な情報が貼られました。11の画像、解析結果。1が最初に貼った手書きの暗号の画像ですね。ここを見てください。撮影日時が4年前ですね。どういうことでしょうか。釣りにしても4年前っておかしいですよね。やっぱ釣りか。この流れでその情報は、あちゃ、ああ、構想4年の大スペクタクルが今始まる。マジで構想に4年かけてたらすごいですよね。その割にお粗末だけど。なんだ釣りなのか、今にも外に出るとこだぞ。機会なら行ってみてもいいんじゃね。何か盛り上がりそうなもん見つけてきてくれ。まあ慌てんなよ。他の場所にもガムテが荒れるかもしれないし、それはそれで楽しもうぜ。とりあえず俺無駄かもしれんけど行ってくるわ。iPhone 出しなんかあったら取ってくる。ガムテープに数字書いてあったらまだわからん。福岡勇者頑張れ、気をつけてな。では福岡勇者を待ちましょう。てか1がいませんね。久しぶりに1がレスしたと思ったら何も書かずにレスしました。久しぶりの1に反応する住人たち。ここで福岡勇者から報告がありました。今正門じゃない方見てるけど特に何もない。もう帰ってきてもいいよ。見回りご苦労様正門あたりも何もなかったのか。
お前らよく聞けよ。147って書いてあるビニールテープが貼ってあった。使われてない古い門の影なんだけどな。画像が上がりますが真っ暗です。暗すぎてわからん。このノリなんだ。ノリが校門に貼り付けてあったら事件ですよ。お前ら暗いよなや。ライトついてないんやぞ。とりあえず家の近くで撮り直した。校門も取ってこよか。ん？何回も用意したみたいな感じだな。手がシワシワだぞ。寒いんじゃないのか。なんで関西弁より、スネークは関西弁なん？突然口調が変わった福岡勇者に突っ込む人もいますね。これあんた方かもしれないから原付き飛ばして行ってくる。あっと仙台。都合よく次の突車が現れました。頑張れ、新たな勇者が登場か。最後の勇者はまだか。札幌が空いてるぞ。この流れなら札幌にも都合よく現れますね。とりあえず取ってきた。寒すぎる。ガム手の数は877314だった。8桁じゃないからあんた方っぽくないな。場所示す画像は暗いけどこれ、手がかじかんで文字打つのが辛い。40分後くらいに仙台のも見つかったようです。あったのかよ、グッジョブ。おう、おつ、しかし夜の校門画像がことごとく怖いな。俺も行ってみるかな。ちょいかかるけど札幌他にいないよね。札幌にも突車が現れました。あれ、この ID は確か。てか学校近くのやつが見に行けば、学校なんてどうせ正門までしか入れないし何かあるとしたら正門とかだろ。序盤の方で正門に何かあると言っていた人ですね。ヒントを出したり自分で向かったりご苦労様です。到着、ただガムテープはないけど、門の下の方に掘ってあるというか、文字が書いてあったけどこれそうかな、932.077 って書いてある。え、門に掘るのはさすがにまずいんじゃないの。まあ、いいか。グッジョブ、わからん、オツです。さて全部の場所の数字がわかりましたね。これでシェンロンとか呼び出せるのでしょうか。お前らバカだけどすごいな、バカだけど、ついに集まったか、何がわかるんだ、数字まとめ、誰か。ここまでの数字を組み合わせるとこの座標が出てきます。Google マップで見てみましょうか。どうやら東北のようですね。どうやら福島県のようです。座標の位置には特に何もないですね。でも、ここに、釣石浜海水浴場とありますね。つまり、釣石浜局とかいう郵便局の裏みたいだな。ストリートビューだとインカっぽいが。昔は郵便局があったようですね。釣石、さあねよ、釣石、だと。いろいろとすまなかった、てめえ。さあ、説明をしてもらおうか。楽しかったオツ、ガムテープの配置はどうやったんだ。まさかガムテ貼るために4年費やしたというのか。何人グルだったんだよ。釣りはいいけどもうちょっとやる気出してほしかったな。釣りだとしたらスネークもグルだろ。スネーク種明かししちゃいなよ。いや、ガムテープも含めて偶然だろ。暗号取ったの4年前だぞ。だから偶然だって、釣りのクオリティと位置にギャップがありすぎる。一部釣りを疑う謎の人たちもいますね。偶然で釣石浜にピンポイントになる可能性ってどんだけだよ。どう考えても釣りでした。ありがとうございます。4年前の設定で撮る意味もわからなくないか。カメラを久々に引っ張り出して電池入れるとカレンダーが出荷される。そのまま撮れば数年前のまま撮影できる。なるほど、その線がありそうですね。しかし1は種明かしを特にすることはなく、最後に、全ては4年前から始まっていた。と最後に書き込んでこのスレは終わりました。いかがでしたか？ぶっちゃけクオリティが低かったと思います。設定に無理がある気がしたり、夜中のスレ内に都合よく近所の人がいたりしないと成立しない時点で、どう考えても釣りだなーって思いますよね。それでも面白さはあるのでまとめてみました。皆さんはどこら辺で釣りを見破りましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖ーい話。事故に見える片足の切断方法。2チャンネル、VIP、奇妙なタイトルのスレが立った。事故に見える片足の切断方法、教えてくれ。車に轢かれるか、電車が車際にホームに落ちて逃げ切れなかったか、そのくらいしか思い浮かばない。いきなり物騒な話ですね。何目的なんでしょうか。理由を、やめとけ。そんな簡単に生活保護や障害手当はもらえないぞ。仕事に行きたくない。え、意味がわかりません。行きたくなけりゃ行くなよ。それだけの理由で切断とかバカか、バックれればいいだけじゃん。退職すらいいだけだろ。ここら辺が普通の感想でしょう。ですが皆さんちょっと待ってください。きっと彼は会社でストレスや何かで追い詰められているのでしょう。なので彼の話を聞いてから判断してみましょうか。海で遭難して食料として食べる。それワンピースのジェフの話じゃねえか。1は冗談に付き合えるほど余裕ないんですよ。よそでやってください。赤足オツ、自力でしかも石で潰すのはすげえ痛そう。甘えた考えだが一瞬でブチンって感じがいい。あれこいつ結構余裕あるぞ。甘えてねえで辞表出してこいや。
それだけの理由で切断とかバカか、バックレればいいだけじゃん。一度寝坊した時に先輩がピンポンしに来たことがあった。バックレたら家まで来る。退職すらいいだけだろ。世間体が気になる。失望されたくない。世間体のために足捨てるとか頭おかしいのかな。どこから切りたいんだ。膝下くらい、いやおうなく代謝できて義足でどうにかなるレベルなら、いつか手持ちか。ノー、ルームシェア、また生ぼこじき志願者か。今の仕事を辞めたい、ただし自分の意思でないように見せたい。そんなリスキーなことしなくても、眼科行ってああ色わかんないと言い張るだけでもらえるよ。あと聴力もかな、ああ音聞こえないって言い張るだけ。障害者手帳をもらう方法でしょうか。もっと目に見えてわかりやすい方がありがたい。氷バケツで冷やすんかデホでしょ。凍傷、それとも痛みを和らがせるため、電車はもし車掌が気づいたら電車を止めることになる。あまり大勢に迷惑はかけたくない。お前がライン工なら簡単なんだが。ライン工じゃなくても応用できるかもしれない。頼む教えてくれ。徐々にマジでアドバイスする人が出てきました。弁護士に相談。弁護士になんて相談すればいいんだ。お前らなら知ってるだろ。今思いついたのでもいい。日常の中でありそうな事故とか。そこまで言われたなら仕方ないな。考えてやる。いや、引き止めようよ。ありがとう、恩に切る、本当にありがとう。本気で言ってるんだとしたら相当やばいな。精神科行った方がいい。鬱になってんじゃないの。今の仕事辞められるなら。鬱の診断もらえば休職できるからそのままフェードアウトできそうですよね。そう簡単に足は切断できないよ。戦場じゃあるまいし、逆に足を切断したら世間体を気にして生きていかなきゃならんよ。片足ない負い目がある方がマシ。彼の思考はやはり理解できません。片足切断で処置が間に合う状況ってかなり限定されるぞ。止血道具とか持ってたら計画的なのバレるし。うん、だから、ある程度人目が多くて、あくまでも偶然で、事故でなければならない。代謝願いを出すのが怖いんだ。だったら足一本なくなった方がいい。あ、代謝願いが出せないパターンですか。だとしても足一本の方がマシってのは理解できません。規則云々じゃなくて精神がすでに病んでるから、精神科行ってカウンセリングしてうつ病認定されれば、それを理由にやめればいい。46の言う通り、うつでもまあなんとかなるかもしれんよ。まあそれでも切断したいなら、何か大きめの傷をつけておいて思いっきり腐らせるってのはどうだ。これ切らなきゃやばいってレベルまで行ったら病院で落としてもらう。明日から出社したくない。病院に行くのにまずは赤血筋届を出さなきゃならない。なんかちょっとかわいそうになってきましたね。ちなみに足限定の話なの。足限定じゃなくてもいい。不可抗力で代謝できるなら、営業で外回りだから足がなくなればできなくなる。明日出社したくない。でも仕事したくないわけじゃないんだ。ただ職場の人に俺が今の仕事が嫌だって知られたくない。だから俺の意思に関係なく仕事を辞めざるを得ない環境にしたい。いくらでも理由付けできそうですけどね。勉強したいことができたので大学に通うため辞めます。とか。母ちゃんに頼んで、会社に、父ちゃんが倒れた、家継いでもらわなきゃならなくなった、電話してもらえば。先輩と今の家がめっちゃ近い、昔からの友人とルームシェアしてるから引っ越すこともできない、あと片親なこと言っちゃってる。そんなことで片足なくすなら、俺の父ちゃんに足くれよ、甘えんなクソが。自分でも甘えんなクズがって思う、俺の足でいいなら、あげられるならあげたい。じゃあ、変なもの飲み込んで病院行ってとりあえず明日は会社休む、芽が出たじゃがいも食うとか、で、明日のうちに父ちゃん倒れて実家に帰らなきゃならなくなる、いいシナリオ。変なものか、ちょっと探してみる。ところで一は今日一体何をやらかしたんだ。特に何も、すごいミスをしたわけでも怒られたわけでもない、諦められてる。だったらもう気兼ねなくやめてもいい気はしますが。で、仮に足を都合よく切断して会社を辞められたとする、その後はどうやって食っていくつもりなんだ。言えないが当てはある、今のところでっかい石を足にドーン、が有効。話が最初に戻ってきましたね。間違っても睡眠薬対応とかすんなよ、メンヘラ扱いでさらに呆れられる。そこは大丈夫だ、民剤はもともと持ってない。そして最後に、足ドーンか、治療。これを書き込んでそれからいなくなりました。最後は足ドーンか、治療の2択になったようですね。治療を出せたことを祈りましょう。翌朝、埼京線、北赤羽駅で足を切断し、男性が亡くなる事故が起きました。彼はスレの中で都内で生活していることを書いているので、もしかしたら、彼だったのかもしれません。いかがでしたか？足を失うか、辞表を出すか、悩むまでもないことだとは思いますが、退職代行という職業があるくらいですから出すのが苦手という人は多いのでしょう。かくいう私も苦手です。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖ーい話。幽霊だけど何か質問ある？2007年6月8日、2チャンネルに幽霊がスレを立てた。何を言っているかわからないと思いますが、私にもわかりません。幽霊だけど何か質問ある。別に恨めしくはない。まあクソスレですよね。幽霊がいたとしても2チャンネルでスレ立てはないでしょう。幽霊ってアナルを何するの？なんで普通に質問してるんでしょうね。
とりあえず、俺はまだやってない。他の先輩諸子がどうかは知らんが。なんで普通に答えてるんでしょうね。お皿は全部あったの。あれは、菊城のファンが成仏させないために一枚盗んだんだぜ。普段、何してんの？浮いてる、もしかして怖がり幽霊さんの友達。まだ、成り立てで友人はいないんだが、そんな人がいるのか、どうやって死んだの？自爆ではないと言っておこう。ここまで誰一人釣り扱いしません。言うまでもないってことかな。読みの国はあるの？今のところ、自分の見知った世界、旅路にもついてない予感。とりあえず浮いてばかりも暇なんですれ立てしたわけだが、VIP でも浮いてるこの事実、おかいたでボコボコにされた方が良かったかと今更ながらに思う。結構溶け込んでるように見えますが。VIP は幽霊差別激しいんだよね。死んでからも差別されるのか、ついでに、おかいたでも規制で弾かれてきた。これは釣りだろ。みんな我慢してたことをとうとう言ってしまう人が現れました。切ないほどにガチだ。自分の葬式ってのはなかなか胸に迫るものがあるぞ。なんでパソコン持ってんの？こう、なんていうか、文字を打ってるんじゃないんだ。直接文章をねじ込んでる感じ。こいつ、直接頭の中に、ってやつですね。これ以降も住人たちと一の質問は続きます。中にはくだらない質問もあるようですね。VIP では普通かもしれませんが。他にも個人にメッセージを伝えてくれという人が何人かいました。そんな中異質な人が現れます。ガチで守護霊さんが一に体がないと言ってるけん。守護霊と会話できる人が現れました。幽霊に、守護霊と交流する人、VIP はやばいところですね。詳しく、守護霊さん教えてください。いまいちさんに肉体はありますか？ノー。守護霊殿と会話できるのか？そういえば、俺はそのような存在に出くわしてないわけだが、いなかったのか。お前死んだ時に守護霊離れたんじゃね？なるほど、確かに死んだら守護もいらなくなるな。節穴やってみて。節穴とは、自分がどこからどんな回線で書き込んでいるかを名前欄に表示することです。名前欄に節穴さん。これを入力してしまうと自分のリモートホストが表示されてしまいます。たまにこれを入力すると裏にチャンネルに行けるとかトラップを使ってくる人がいたりするので気をつけようね。しかし今回の場合は幽霊なのでどうなるのでしょう。これがリモートホストになります。ただこれだけだとよくわかりません。解析できる人に説明してもらいましょう。ホストじゃなくて IP。なぜだ、なぜホストが出ない？普通はきっちり出るものなのか。マジで死ねんで書き越してるんじゃね。本当にその線を捨てられない俺がいる。ふむ、どうなっているんでしょう。ちょ、お前、釣りの確率が下がったってか釣りじゃないとか。ウェ、つうかさ、これってマジっぽくない？怖いんだけど。さっき出た1の IP にピングしても要求がタイムアウトする。いよいよマジになってきました。こんなことってありえるのか？だとしたら俺らは今この時点でレート更新してる第1号じゃね。むしろ俺たちが死んでもVIPできることが判明して死ぬの怖くなくならね。そういやアニメとか見れるのか。働かなくていいし、ビッパーにはちょうどいいんじゃないですかね。今すぐ死んでどうぞ。コマンドプロンプトでビングしてみるんだ。よくわからないけどそれを試した人がいるようです。これはどういうことでしょうか。それがなんで怖いのか産業で。パソコンが、存在、しない、幽霊の ID 変わってないのに、書き子継続。これは、本物なんでしょうか。このスレをどうやって見てるの？頭の中に想像してるのか？このスレだけじゃなく、見よう、と思った時は集中してる。集中するとはっきり見える。景色なんかは割と普通に視界に入ってるっぽいんだが、持ち上げるとか動かすとかできないってあるけど、扉とかも無理なの。開け閉めはできないように思う。息を抜くというか、脱力、しながら向こうに行こうとすると通り抜けるぞ。このような感じで住人たちは一を幽霊として扱ってスレは進行していきました。そしてスレは進み、すまん、あまり追えなくなってきた。デスゲリになってしまうみんな、ごめんな、何の力にもなれないかもしれんが、書き込んでくれたみんなが、幸せで元気であるように、本当に祈ってる、ありがとう。800過ぎまで質問に答えていましたが、どうやら力尽きたようです。落ちたか、もしかしたら1は今日のスイッチと共に成仏するのかもしれんな。1無理しないでくれ、でたまにVIPに遊びに来てくれ、それでなんか満足したら綺麗な床でゆっくり休んでくれ、おやすみ1ありがとう。死ぬなぁ、死んでるけど死ぬなぁ。守護霊の人ずっといたんだね。と、このように別れの挨拶をしてこのスレは終わっていきました。一よ、おやすみなさい。果たして一は本当に幽霊だったのか、皆さん気になりますよね。ちょっと調べてみましょう。ヤフー知恵袋さんからの引用になります。節穴で IP しか出ないのは、ホストの逆引きの応答許可をしてないから、ピングが通らないのはポートを閉じてるからですね。どうやら1と同じ状況は作ることが可能なようです。さらに2チャンネル創設者、ひろゆき氏の YouTube で、節穴はホストを何とかの関数で逆引きしているので、そこで嘘ついちゃえばいいんですよね。そこで嘘つかれちゃうと、疲れた嘘をリモートホストとして返すことになっちゃうので、それは可能なんじゃないか、みたいなことをおっしゃっていました。
ただバレるとめっちゃ怒られると思うんですけどね、とも言っているのでやっちゃダメだよ。いかがでしたか？どうやら幽霊のふりをすることは可能なようですね。まあだからといって絶対的に否定できるわけでもありません。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖い話。存在しない旅館。オープン2チャンネル、なんじぇ。そこに自分の部屋からの風景を撮った画像が挙げられた。しかしそのスレは恐怖に包まれることになる。Y の部屋の窓から見た風景。何目的で挙げたのでしょうか？特定した。まず後ろに見える看板、松浦ライン、こっから幅を広げれそう。一致震えてるやろな。当然のように特定作業を始める住人たち。ちなみに松浦ライインというのは、ここに見える看板です。見えないので拡大すると、こんな感じになっています。現地行けば特定は容易やろな。ワイワイかんけど、福岡県飯塚市飯塚1 9 2 0まずこの松浦ラインやね。すれたてからわずか6分で大体の位置は特定しました。正直ビジホに泊まってるんやろ。3連休だし旅行かもな。近所やん。ま、飲もうや。ご近所さんを飲みに誘う位置。ちなみに元スレでは位置の書き込みは最初の画像を貼ったやつ以外削除されています。お前ら怖すぎ。ケース電気も見えとるな。飯塚か、田舎やな。悪かったな。部屋って言ってるし家じゃないな。一致旅行か。まあ楽しみや。旅館か。飯でも張ってや。すまんがないんを、コンビニのカルボナーラで済ませた。でかいの妙正寺かな。名前は知らんけど保育園らしいで。お寺の中に保育園があるようです。かっちょいい保育園だね。とにきさそう旅館やな。旅行ええな。おっと、もう特定したんでしょうか。しかしここで妙なことを言う人が現れます。旅館やったら屋根が直接映らんくない。どういうことでしょうか。赤い線上やん。旅館やったら前の建物で屋根見えんやん。前の建物が写真の目線の位置やん。ダメだ、よくわからねえ。旅館が2階建てで、1は旅館の2階の窓から見てるんやで。位置関係はこう。他の人が画像付きで解説しますが画像がリンク切れでした。前の建物が入るんちゃう。やばいバレるやん。せや後ろの旅館に泊まってることにしたろ。どうやらこの人は旅館の前の建物に位置がいると睨んでいるようです。これ以上はやばいやばい、怖すぎんよ。怖がる住人たち。影からしてて前の方が高いぞ。とうとう詳しくいろいろ書き込む人も現れました。音声民結構すごいやん。音声民にこんなことができるんやなって。なお突はできない模様。突する理由がないんだよな。3階で今電気ついてる部屋やな。了解。怖えよ、もうお布団やけどな。今にも突しそうな人いますね。これで特定して部屋に行こうとしたら宿主に、その部屋は随分お客様が予約されておらず誰もおりませんか。もしそうだったら伝説のスレになりますね。特定した、だからなんやねんって話なんやがな。そしてこの日はこれ以上書き込む者はいませんでした。しかし、深夜0時を回った後。というかその宿、営業してないでガチで。こんな書き込みがありました。しかし誰も反応しません。実際のスレを見るとわかりますが、その次の書き込みは1年以上先のものになります。そしてその翌日に現地に行った者が報告をあげます。今日実際の旅館行ってきた。案の定廃業してた。他のまとめサイトなんかでは、さもすぐ突した人がいるみたいな感じになっているところもありますが、実際には1年以上経ってからなので、この1年の間に廃業した可能性もあります。すぐ何でも怖い話に従うまとめサイトさんには困りますね。そういえば先ほど旅館の名前が出ていました。なのでちょっと調べましたら、廃墟をまとめているサイト様にたどり着きまして、そのサイト様の情報を引用させていただくと、この旅館、2009年に廃業していました。じゃあやっぱり怖い話じゃないですか。おう、実際に行ったんか。廃業した旅館で一は何をしていたのか。たまげたな。このように時間が飛び飛びになりながらもレスはされていきました。本当に旅館から取ったのか、ってとこが不確定やな。残る謎はこれですね。しかしこのスレを読み進めていくとその真相がわかるのでした。21年7月23日のレスにこのようなものがありました。画像が複数貼られて説明されています。この建物が廃墟です。そしてこれがその前にある染め物屋だそうです。そしてこの建物が1の画像に映っていた前の建物の屋根です。これのことね、右の画像はちょっとわかりづらいかもだけど、そしてさらに別アングルからの画像を見てみましょう。これが廃墟。これが染め物屋。これが画像に映っている屋根です。高さがそれぞれ違いますね。この位置の画像を見ると、おそらくこの写真は、ここら辺の窓から撮ったんじゃないかなと思われます。つまり、1は染め物屋の人、
という可能性が高いですね。旅館からじゃ染め物やが邪魔でおそらく屋根が映らないでしょう。しかし1はこんなことを書いていました。旅館か、飯でも張ってや、すまんがないんを、コンビニのカルボナーラで済ませた。まるで旅館に泊まっていることを肯定するかのような発言をしています。これはなぜでしょう。スレの中に仮説を立ててた人がいましたね。やばいバレるやん、せや後ろの旅館に泊まってることにしたろ。これが、真実だったのではないのでしょうか。調子こいて自分家の窓から撮った写真1枚で、いろいろ特定されそうになった。なんかスレの奴ら、勝手に後ろの潰れた旅館に Y がいると思ってるで。よっしゃそれに乗ったろ。こんな感じだったんじゃないでしょうか。真実は、いかに。いかがでしたか。多分あまり怖い話ではなかったと思います。いや一瞬で画像から自宅近辺が特定されたら怖いけどね。存在しない旅館とかは特になく、やらかしてしまった恩恵民が必死にごまかしただけだったのかもしれません。真実は誰にもわかりません。染め物屋さんは知ってるかもしれないけどね。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖い話。友達に絶縁された恩恵民。2チャンネルに友人に拒絶された男がスレを立てた。あ、当チャンネルは怖い話をするチャンネルですが、今回のは人が、ある意味怖いという話、なのかもしれません。わい、この間はごめん、友達。ああ、許すとかじゃないから謝らなくていいよ。これもう修復不可能か。友人と喧嘩して修復したいらしいです。わいもこの前それで縁切った。ひどい口論になったけど、もうそこまで行ったら元通りなんて無理やし。マジでそれや、終わったわほんま。一体何をしでかしたんでしょうか。もう許してるから許すとかじゃないんでしょ。いや、許す許さないの話じゃなくて人間性の問題だからって言われたよ。何したんや、一致をバカにして笑いたいから教えてくれ。わいつい癖で人のこと小バカにしてしまうんやけど、そういうことできるのが仲いい友達だと思ってたけど、向こうは仲いいならそういうのやったらいかんやろってスタンスやった。だったらやめればいいだろ。デミルやん。国語の教科書かな。ネットのやん、リアルの人間関係なんて全部捨てて J で生きれば問題ないやろ。もうちょい詳しく。例えばやけど、このお店にお世話になってるんやけど、あ、このレビューお前やろ、おもろ、みたいなのとか。まあ、うざいかな。親しき仲にも礼儀あり、うんこっちまで悲しくなってきた。まあ位置が悪いよね。関係ないけど私、うんこっち、まで悲しくなってきた。これ最初うんこを可愛く言ってるのかと思いました。無駄話させん。全裸で土下座すればワンチャンあるんやない。わい申し訳ないことしたなって時にうまいものをおごったりなんかプレゼントしたりするんやけど、それも拒否られたわ。物よこせばいいってもんじゃないからな。って、と正論で草。復縁したらまた面倒くさい冗談の相手せなあかんしな。むしろよく友達になれたな。お互い相性最悪やん。多分わいが無理やり繋ぎ止めてたんやろな。わい友達少ないから。うん、まあ少ないだろうね。あと友達電話嫌いなんやけどな。普通に電話かけたりしてた。それも言われたわ。俺の友達で俺が大嫌いな電話かけてくるのお前だけだわ。って。向こうからしたらわざとやっているように思えるかもしれませんね。どういう思考してたらリアルで他人小バカにするんや。でも大したことないで、スシロー行ってきたわ。回転寿司かよ、貧乏人、みたいなこの程度。死んだ方がいいと思います。Y がリアルの友達じゃないってのはあるだろうけど普通にイラつくわ。この程度、って思ってる時点で人間性終わってるな。それをそんな程度と思っているなら一致はおかしいで。めんどくさすぎて会話する気マジでなくなるやつやん。普通に、お前もスシローよく言ってんだろ、とかでよくね、なんか普通に、うぜぇ、とか言われて終わったからな。毎回こんな返しされたら話したくなくなるわ。その会話がいらねえんだわ。友達は話したいこと別にあるんやで。話の腰折るやつほんまうざいわ。どういうこっちゃ、スシロー行ったって話をしたいんちゃうんか。スシロー行ってきたわ。この時点で連絡事項終わっとるやろ。終わってるのはお前の脳みそだろ。お前はスシローに冷やかしでも行くんか。コラボのあれ食ったとか、何がうまかったとかあるやろ。会話ができないのとちょっとなら人をバカにしてもいいと思っているコンビ技。そら人を小バカにするのが生きがいな恩恵民の感覚と一般人の感覚ちゃうからな。リアルとネットの区別ができないアホが多すぎんねん。J のノリを現実世界で出してはいけないとあれほど。なんなら恩恵でもそのノリはきつい。ネットでもリアルでも仲良くはなれないですよね。まああとは友達が車買った時にオートマかよ。って言ったりとかそんくらいやで、言うほどうざくないと思う。うざいわ、恩恵でも嫌われててくさ。いやマジで釣りとかじゃなくて Y は友達と修復する方法を考えてる。当然ですが住人たちの無理だろコールが響きます。ネタでもこの発想できるのが素晴らしい。急にオートマとか言い出したし釣りくさい。釣りだとしてもクソエッチなことには変わらんし結果的に釣りじゃないのでは。釣りって言われるのはさすがに心外やわ。目の前にいたら蹴り飛ばしてる可能性大。人間不信しかいないからしゃあない。釣りやろってバカにされたら怒っててくさ。お前の足で骨折れるだろ。
マジでもう無理なんかね。Y がずっと問題ないと思ってたやりとりが友達にとっては嫌なやりとりやったってことやもんな。そろそろまとめに入るで。お、まとめに入る段階か。まとめ早すぎる、笑い。一部のプローン J 民は空気を察します。謝るっていうのは自分の非を認め反省してやらないってことやで。一致何一つ自分の非を認めないやん。じゃあ Y の非教えろよ。ここまで悪いところしかなかっただろ。いや、そもそもさっきまでのエピソードは自分が悪かったと思ってるから書き込んだんじゃないのかよ。これ父がいを演じているパターンっぽいですね。しかしここでめんどくさい現象が起きました。僕は赤色がいいです。Y は虹色で。騙されたわ。Y は金色にして。Y はうんこ色でお願いします。虹とか金とかやめてください。めんどくさいです。いやお前らマジでなんなん。そうやってまとめとか言って人の人生バカにして楽しいかマジで。普段から人のことバカにして楽しんでたあんたに言われたくない。一致のキャラブレてきてるやん。もうええよ。早くまとめろよ。まとめ始めたとか言われたからまとめられなくなった説。本当は一致は優しい子なんやで。付き合った子からは優しいって言われてたわ。友達からは全然言われたことないな。嘘に決まってんだろ。ネタをマジに受け取るなこの賞。所詮オンジェイキッズどもか。こういうことするからアフカスは嫌われるんやで。ほんまそれ思う。まとめまとめうざいわ。天才禁止にできるシステムあればええのに。え、まとめられること狙ってたんじゃないんですか。イッチ、バカにするの好きやで。バカにされたら顔真っ赤にしてレスするで。これで絶許すれやないという方が無理がある。絶許すれとは、絶対許されないことをする、または報告して、スレを伸ばそうとすること、かな。早い話聞き違いを演じてスレを伸ばすことです。いやバカにするのが好きなんじゃない？仲いい奴とお互い小バカにし合うのが好き？それが友達やと思っとるから。さらに続けようとします。Y、なんじゃい初心者、伸びるスレを目の当たりにして感動する。内容は置いといて伸びる時ってこんな感じなんか、楽しいななんじゃい。ピュアななんじゃい民が現れました。みんなこうだったら争いは起きないのにね。Y は楽しくないわ。真面目に相談してるのに煽られてばかりだからな。楽しいわけがない。Y 真面目に答えたのに一致無視してるやん。ごめんバカどものせいで流れ早すぎて見れなかった。もっかい頼むわ。真面目に答えたレスをスルーしてる時点で相談する気ないですよね。この動画を見た方は高評価をお願いします。あ、おねしゃっす。チャンネル登録もよろしくな。なんだこのスレ、素晴らしいですね。Y の読み上げゆっくりボイスは霊夢の声にして。あ、霊夢は私専用なのでマリサにしておきました。Y の声はキリタンにして。ボイスロイドのライセンスは11万円かかるので無理です。なんか遊ばれてる気がしてきたな。一致叩かれてそうやけど人間の性格なんて住人と色やし合わんならしゃあない。気の合うやつとだけつるんどけばいいよ。つまりぼっちでいろってことですね、わかります。友達の悪口言ったんやろ。悪口は言ってない。貧乏人は悪口やぞ。言うて実際 Y の方が金に余裕あるしな。そういう態度が無理ってことやろ。じゃあ修復不可能やんってみんな言ってるんやけど。この時点で友達のこと見下してる。いや違う違う、Y が独身だから余裕あるって意味や。何でも煽りに捉えるのいくない。結婚してるような年齢でそのノリかよ。お互い35や。30超えてこれはアウト。修復無理って言ってんのに無視するからまとめとか言われるんやぞ。無理って言われてもな、友達との関係は修復無理です。はいそうですか、なんて人間そんな簡単か。いや無理なもんは無理だろ、できるよ、頑張れ、って言ってほしいの。話が永遠に進みませんね。無理って言われた以上仕方ないんちゃうの。それにしてもその言葉選びの悪さでよう今まで生活できたな。まあさすがに職場とかでこんなんじゃないよ。親しい人にだけこんな感じ。関係切られてるやん。自分が親しいと勝手に思い込んでたパターンですね。ここで1がおかしいか友達がおかしいか投票が行われました。オープンチャンネルってこんな機能あるんですね。満場一致で1が悪いと決まりました。さ、一致は投票しなかったんかな。家族で素人行ってきた友達に貧乏人煽りはぶち切れ案件やろ。立地的には煽りじゃないからセーフ理論やぞ。いや煽ってない、回転寿司とか貧乏人の食い物やん、みたいなジョークや。だからそれジョークになってないんだよ。なんか同じこと言わすんやこの一致。お前ら脊髄反射的に一致叩いてるけど、やってることは一致と同類やねんから仲良くしろよ。むしろ Y は友達同士でやる分マシなんだよな。マシじゃないから関係切られたんやろか。今でも友達のつもりらしいですね。本当は1、24ぐらいやろ。絶許すれの年齢カミングアウトは大体プラス10ぐらい持ってる。じゃあ Y が35の証拠出すわ。小学生の時にたまごっちとかハイパーヨーヨー流行ってたで。何言ってんだこいつ。証拠、証拠とは。生まれた年だけ書いてる証明書払、他は隠していいから。ほい。マジでおっさんでした。クソじじいやんけ。だからさっきから言ってるやん。20代とか決めつけてる外耳がほんま惨め。惨めなのはお前ぜ。自分の外耳棚にあげててくさ。なんか疲れたわ。何の解決もせんしな。どう考えてももう無理や。いや修復不可能やってみんな言ってるやん。それが結論や。純粋に諦めろ。あと他人の言った店を揶揄すんのはやめとけ。最初からだけどずっと真面目に答えてはいるんですよね。
お前らって騒ぐだけ騒いで根本的なことは何も話せないな。しかしこれですよ。お前らみたいに人を煽るしか考えがない奴に相談持ちかけたのがまず間違いやったな。一番友達煽ってる外事がなんか言っててさ、一致と友達の会話が冗談ならここの住民のレスも冗談だよ。真に受けんなよ。もうええわ、疲れた。この後はお前らキッズの自由な場でどうぞ。こうして1は消えていきました。いかがでしたか。多分この人は気違いを演じていただけだと思いますが、世の中そこそここういう人いますよね。普段こういうスレはまとめないのですが、こういった人が怖いもたまにはありかなって思って作りました。皆さんはどう思いましたか。感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの怖い話。友人がバスに乗って言語障害を患ってしまった話。2チャンネル、オカルト板名物、死ぬほどシャレにならない怖い話集めてみないすれ。そこに友人の話を書き込む者が現れた。友人から聞いた話です。彼は神奈川のある高校にバスで通っていたんですけど、そのバスによく乗ってくる奇妙なおばあさんがいたそうです。別に見た目が奇妙とか、気が狂っているとか、そういう奇妙さじゃなくてなんというか、不気味な気配が漂っているけど何が変なのかはわからない、そんな感じのおばあさんだったそうです。見た目は両家の未亡人風というか、ジョジョの奇妙な冒険、という漫画の第2部に出てくるジョジョのばあちゃんみたいな感じだと言っていました。毅然とした感じの寡黙なタイプで、でもこの世の人ではないような、そんなおばあさんだったそうです。多分この人だと思います。かっこいいおばあちゃんですね。彼は霊感があるわけでもなく、それまでに怪談めいた体験をしたわけでもないのですが、このおばあさんがバスに乗ってくると、いつも、これから何かあるんじゃないか、という言い知れぬ恐怖感に襲われたと以前からよく言っていました。冬のある日、いつものようにバスで高校に行く途中、おばあさんが乗ってくるとすでにバスに乗っていた乗客の一人がおばあさんに話しかけました。話しかけたのは帽子をかぶってシルバーシートに座った、老紳士といった感じの人で、その人の連れらしい、同じような格好の40代くらいの男性が二人、大きなカバンを持ってそばに立っていました。老紳士とおばあさんが何を話したのかは、友人には聞こえませんでしたが、二言三言会話を交わしていたようです。そして突然老紳士の方が、それだけはさせません、とバスの中で大きな声を上げました。見ていた友人だけでなく、周りの人たちも何があったのかとそっちを一斉に振り向きましたが、その時には老紳士の連れの人がカバンから何か丸いボールのようなものを取り出していました。それが何なのかはわからなかったそうですが、とっさに友人は、自爆テロでバスが爆破されるというようなニュースを思い出し、まさかそういうような恐ろしいことが起きるのかと思いましたが、しばらくは何も起きず、老紳士とおばあさんは睨み合いをしたまま黙っていたそうです。そのまま何分か何秒かはわかりませんが、バスの中で気まずい沈黙が流れていたところ突然バスが急ブレーキをかけました。運転手さんがアナウンスで、急ブレーキで大変ご迷惑様です。この先緊急工事ですので迂回いたします。みたいなことを言って、いつもと違う道に入りました。しばらく行くと急に外が暗くなって、あれ、トンネルかな、と思ったところでふと記憶が途切れ、気がつくと病院のベッドだったそうです。実は友人は、道で倒れているのを通行人に通報され、友人は意識のないまま病院に運ばれたようなのですが、友人が入院したのは小さな病院で、バスに乗っていた他の客が入院したらしい様子もなく、結局バスはどうなったのか、僕にも友人にもよくわからないままでした。翌日の新聞でそれらしい事故が載っていないか探したのですが、特に見当たらず、それっきりになってしまい、無理に探すのは諦めました。というのも、実は意識の戻った友人は脳に障害が残ったのかちょっと何を言ってるかわからないような感じになっていて、この事故のエピソードも2日に分けて根気よく聞き出してわかったものを僕がまとめたもので、本人の口から聞いただけでは何が何だかわからずじまいでした。直後に一旦は退院して、あちこちにこの話をして彼なりに詳細を確かめようとしたみたいですが、インターネットでも相手にされなかった、というようなことを言っていました。この時彼と話をした人、この板にはいないかな、交通関係の掲示板とかかな、その後また日に日に具合は悪くなり、去年の夏くらいに亡くなりました。僕が大学で、オカルト好きの別の友人にこの話をしたら、おばあさんが悪霊とかで老紳士の方は拝み屋の類だったんじゃないかと言ってましたが、それもまた考えすぎな気もします。ここまでが友人のお話です。書いてから思ったけどもし拝み屋説を取るなら、バスの運転手も拝み屋の仲間っぽいですね。その時の状況を担当看護婦に聞いたの、ばあさんはともかく、おじさんのくだりは事実なのか疑わしい、それとあと家族、もし事件なら被害者本人よりも躍起になって状況を知ろうとするだろうし、また容易に知ることができると思う、そういった重要な箇所が抜けてるんじゃ考えようがないよ。うるせえな。なんだこいつら、2チャンネルは面白いところですね。さっき帰ってきた、まあ507の言う通りで、看護婦に聞くってのは思いつかなかったが家族には当時にも状況を聞こうとしたよ。本人があの状態、何言ってるか不明、じゃ、でもな、兄弟同然に育った幼馴染とか言うならともかく高校になってから知り合った連れで、親の顔見たのはその病院で初めてだぜ。それでしかも、今にも消え入りそうなちっこい弱そうなおばちゃん、そいつの母親、が泣き晴らした真っ赤な目でおろおろしてるんだぜ。
さすがに根掘り葉掘りは聞けませんでしたよ。悪い気がして、で、警察にも連絡してるから、事件や事故だったら後で何か学校に連絡が行くでしょう。って話を聞くのが精一杯でしたよ。学校に刑事が来たりした様子がないところを見ると、警察の出した結論は、そいつが登校中に混沌、意識錯乱、というだけで事件性はなし、言ってることは全部でたらめで混乱してるだけ、ってあたりなんでしょう。ま、俺が刑事でも普通はそう考えるな。なんか、父親のような騎士になりたい。ってだけ言う記憶喪失のやつの話なかったか。あれ思い出した。あー歯がゆい、思い出せない。父さんのような立派な騎士になるんだ。意外は言葉が喋れない。記憶喪失の少年で、ろうそくの炎を見たことがなくて炎を掴み取ろうとしたとか。そんなような話、最後は殺されたんだっけか。確かドイツとかその辺の話だった気がする。どこかよそのスレで聞くべきか。お書いただったらわかるやついそうなもんだけどな。カスパーハウザーか。違う、そうですか。さようなら。それだそれ、さすがお書いた。いやーすっきりした。世界にはいろいろな話があるようです。水を差して悪いんだが、カスパーとは別に、もっとこれと似たような話をどっかで読んだ気がする。断片的なんだが、バスが出てきて、おばあさんが出てくる階段か都市伝説か何か、内容が全然思い出せないんだけど、それとも俺の記憶が操作されてるのか。似たような話があるのかな。思い出せない。学校に行くバスに乗ってて、おばあさんが出てきて、落ちがないような階段、絶対見た気がするんだけどデジャブかな。これか、503の友人が書き込んだのかもな。それかも、うわぁ、そう考えると503の友人自身が書いたってのもありそうだがそれはさすがにできすぎだろ。偶然の一致であってほしい。友人が書き込んだかもしれない話があるようです。これがネタじゃなかったら友人で確定ですな。ほら、続々してきたぜ。ちょっとその話を見てみましょうか。ここはシャレコ忘れの3スレ目です。かなり昔のものですね。そこにこんなことが書き込まれました。僕はいつも学校に行くためにバスに乗ってるんですけど、そのバスは右に曲がった、そのいつも乗ってるバスで、ある日おかしなことがあったんです。だって、いつものような、おばあさんもがいるから、最後まで行ったんです。痛いから。学校に行くためにバスに乗った、いつもいるおばあさんがいる、という部分が先ほどの話と一致しますね。しかし微妙に文章がおかしいです。それで、そこまでは別に良かったんですけど、めちゃくちゃ大きい紙袋の紙じゃない版みたいなのがあって、ボールみたいなのもあって、シルクハットをかぶってる人もいっぱいいたんです。おかしいですよね。普通の道を通ってるのに。それでもバスはずっと普通に進んでたんですけど、ある道を左に曲がったところで、いきなり急ブレーキをしたんですよ。それで、本当に急にキーって止まったんで、中に乗ってた人が、バランスを崩してこけそうになったんです。僕は席に座ってたんで大丈夫だったんですけど。でも、本当におかしいことは、学校に行く直前に起こったんです。そのバスはいつも、大きな公園の横を通っていくんですけど、その頃、ちょうどそのいつもの道は工事してたんで、ちょっと遠回りして、トンネルがある方の道から行ってたんです。それで、そのトンネルのちょうど真ん中ぐらいまで通ったところで、そのバスがガチャ、とか言いながら止まったんです。僕はもちろんおかしいな、と思いました。で、気づくと、バスはすでに学校前のバス停に着いてました。僕は、あれ、おかしいな、とか思いながらバスを降りて、その日も普通に学校に行きました。そのバスに乗ってた人はもうみんな死んだんですけど。ここで終わっています。あなたの文章、とても怖いです。意味が全然わかりません。このスレで一番怖い。僕も全く意味がわかりません。なんだこや、本物か。その文章書くのはなかなかテクいるな。ただものじゃないのは確かだ。この文章だけ読むと確かに意味がわかりません。しかし先ほどの話と合わせると話の道筋がわかりますね。先ほどのスレに戻ります。符合する点を抜き出してみた。僕はいつも学校に行くためにバスに乗ってるんですけど、彼は神奈川のある高校にバスで通っていたんですけど、いつものような、おばあさんもがいるから、そのバスによく乗ってくる奇妙なおばあさんがいたそうです。めちゃくちゃ大きい紙袋の紙じゃない版みたいなのがあって、大きなカバンを持ってそばに立っていました。ボールみたいなのもあって、丸いボールのようなものを取り出していました。シルクハットをかぶってる人もいっぱいいたんです。帽子をかぶってシルバーシートに座った、老紳士といった感じの人で、その人の連れらしい、同じような格好の40代くらいの男性が2人、いきなり急ブレーキをしたんですよ。突然バスが急ブレーキをかけました。その頃、ちょうどそのいつもの道は工事してたんで、この先緊急工事ですので迂回いたします。トンネルがある方の道から行ってたんです。あれ、トンネルかな？共通点が多いですね。1、その書き込みが503、505の友人の書き込み。2、同じバスに乗っていた別の人の書き込み。3、偶然の一致。4、元ネタの話がどこかにあって、それが共通。5、シャレコは過去ログを見て壮大なネタを思いついた。だとしても、他にもっといいネタ転がってるしな、すまん忘れてくれ。503、505が再降臨して、なんかコメントしてほしいな。しかし過去に似た話があると分かっていこう。彼は書き込むことはありませんでした。過去ログを見て、このネタを思いついたのか、それとも本当に友人だったのか、真実は何だったのでしょうか。いかがでしたか。20年くらい前に起きた、もしかしたら同じ出来事を書き込まれた話でした。もし本当に同じ出来事だったら少し運命的ですね。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。
ゆっくりの、怖い話。記憶喪失者たちの書き込み。記憶喪失、中二病たちにとってはある種の憧れですが、実際にその境遇になった人たちはどういう感じになるのでしょうか。2チャンネルに記憶喪失者たちの書き込みがいくつかあるので、それらをまとめていきます。日常生活で体験した不思議なこと、2回目。日常での不思議なことを書くスレのようです。どんな書き込みがあるかというと、中学1年になったばかりの頃、買ってもらったばかりの自転車で同級生と弟の3人で少々距離のあるダムまで行ってみた。夏前だったけど暑い日曜日だった。ダムについてさてこのダムを一周して帰ろうと左回りでその未舗装の道を走り出してしばらく走ってきつめの右のコーナーを曲がったら、あれさっきこのカーブ曲がったよね。と、こんな感じが何回も続き3人とも怖くなり来た道を逆に引き返した。すぐにダムの入り口に着いた。キツネかな。このようなちょっとした不思議なことを隠すれのようです。私の家は転勤族だったんですが、小学校の同じクラスの子の家族も、私の家が引っ越した後、半年から1年後に必ず近所に引っ越ししてきた。しかも3回、県外も含む。今週、その子と結婚することになりました。家族でストーキングしてきたのかな？これ相手次第ではかなりの恐怖ですよね。とまあこんな感じにいろんなジャンルの不思議、怖い話が書き込まれていきます。その中にこんなのがありました。2001年の秋、風邪ひいてて寒気がするので、大久保にある病院に行くため西武新宿線の吊り革に捕まってた。で、頭がぐわんぐわんと痛くて、目を閉じて眉間にしわ寄せて耐えてた。そこで記憶が途絶えて、気がついたら夕方で、あたりは見知らぬ景色、買ったことない服着てて、髪染めたこともなかったのに茶髪になってた。パニクって近くのラーメン屋に入って、ここどこと聞いた、大阪市の福島駅の近くで、時間が1年近く経ってた、携帯の種類が変わってた、アドレス帳には、ま、とかひ、とか、一文字の名前で電話番号が10程度あったけど、知り合いや実家の電話番号がない。俺はなぜだか知らないがその知らない電話番号が恐ろしくて、川に捨てた、警察から実家に連絡した、向こうもパニクってた、俺に捜索願いが出てた、とにかく、帰って、今もまだ月1で精神病院に通ってる、仕事は元の会社には帰れないみたいだったので、今は派遣やってる。これはたった1レスに書かれたものですが、かなり怖いですよね。まあ、とか、ひ、の中身は誰だったのでしょう。マジ、詳しく。当時はただひたすら怖かった。自分が何やってたかわからないので、すれ違う人すれ違う人、みんなが俺においと声かけるんじゃないかと気が気ぜ。最近は落ち着いてきた。特に俺を探してるような人はいないと確信。31で初めて解離性遁走というものの存在を知った。どうやら当てはまる病気のようなものがあるようです。このすれでは先ほどの話を目的にすれを開いたのですが、他にもちょこっと記憶喪失の話があったので続けていきます。先週の話、テレビで世界丸見え見た後、トイレに行こうと立ち上がる。世界丸見えは月曜日の番組ですね。トイレに座ってて、ふと、ようやく人心地がついたなーっていう感覚になった。ちょうど、旅行から自宅に戻って落ち着いた時のような感じ、自分で、はてな、と思って、何にようやくって思ったのか思考を振り返ったら、トイレでこうやって落ち着くのが2日ぶり。この時点で、はっとおかしいことに気づいて慌てて携帯で日付確認したら水曜の夜7時25分だった。月曜の夜9時に部屋で立ち上がった次が、水曜の夜7時半頃トイレで座っていたという状態。けど、2日分時間が経過した感覚はあって、トイレで気づいた時点で今日は水曜という認識はあった。でも、直前にどうトイレに入ったか、2日間何をやっていたか、思い出せないというよりむしろ初めっから何もなかったみたいに普通にわからない。その後、周囲の様子を見た限り、その間は全然普通に過ごしてたらしい。世界丸見えの後、翡翠屋の予告見ながらトイレに立つの習慣になってるから今週もなるかと思って昨日はちょっとガクブルだった。今のところ大丈夫。記憶が飛んだのは、合理的に説明すれば、解離性健忘なんじゃないかと思う。なんでなったのかはわからないけど。ここでも解離性健忘というワードが出てきましたね。そこそこあることなんでしょうか。それでは別のスレに書かれた記憶喪失話を見ていきましょう。実は恐怖体験談、17段目。ここは実話の恐怖体験を書くスレのようです。何年も前の話、バイト先で灰皿を拭いていて机にちょっと手が滑り大きな音を立てて置いてしまった。その瞬間、店長に、お前、本当にいい加減にしろ、こっちに来い、と怒鳴られた。そんなに怒るだなんて、機嫌が悪いのかなと思いながら席に着いた。お前は何がしたいんだ、もう無理だ、とよく理解できない言葉。結論からいくと、自分自身の3ヶ月くらいの記憶が全て飛んでいることが判明した。いわく、普段と全く異なりかなり人格が劇場型になっており、ひどく周りにきつく当たり、物も壊しまくり、お客様、同僚、先輩、連れて行ってもらった店など、相当な迷惑をかけていたようだ。店長はフォローに回り、だいぶ我慢していたらしいが、とうとう我慢脳が切れたとのこと。自分はポカーン、初めは信用されなかったし、とりあえず、謝罪をしまわったが、何をしたのかどうしても知りたくて尋ねたが、知らない方がいいこともあると誰も細かいことを教えてくれなかった。
ストレスが溜まっていた記憶はうっすらとあるのだが、次のシーンは冒頭の灰皿のシーン、空白の期間を、カウンセリングで思い出してみようかなと考えたが、医師に思い出さなくていいこともある、と言われてしまった、脳みそ怖い。記憶喪失の間に何かやらかしているパターンも怖いですね。とりあえず脳の MRI 受けてこいよ。多重人格じゃね。多重人格の可能性もありそうですね。そして次の話に行きますが、次の話はもっとすごいことになっています。今まで生きてきてすごく衝撃的だった体験、96度目。このスレにも記憶喪失に関するレスがありました。二十歳の時、朝に庭の水やりをしてて、ホースに足を引っ掛けてしまい、近くにあった植木鉢を置く台に胸を強くぶつけた。ものすごく痛くて、声も出なくてうずくまってたらだんだん油汗が出てきて、ぼーっとしてきて意識がなくなったんだけど、気づいたら夕方になってて家の中にいた。家の中って言っても自分の家じゃなかった。他人の家の匂いがしてて、私は来たことない部屋着を着て広いリビングのソファに座ってた。何、誰かに連れ去られた、と思ってたら、ぬいぐるみ持った小さい女の子が来て、一緒に遊ぼう、っていうの、ものすごくびっくりして、でもとりあえず、ママは、って聞いたら、ママも一緒に遊びたい、って、どうしようどうしようって混乱しながら家の人が誰かいないか確かめようと思って、女の子と手を繋いで家の中を歩き回って、洗面所で鏡見て驚愕した。私は普通体型でギャルっぽい格好だったのに、髪の毛が黒くてゆるふわみたいなお団子してて、老けて痩せてた。すごい長いこと鏡見てたと思う。カレンダー見たら水やりしてた日からちょうど5年経ってた。その女の子は私の子供だった。実家に電話したら、どうしたの？昨日そっちに行ったばっかりなのに、的なこと言われて、本気で怖くなって受話器放り投げた。夫らしい人が帰ってきてその日は外食したんだけど、私の様子が変なせいかすごく気遣われた。つまり、意識のない間に恋愛して結婚して子供まで産んでたんだけど、全く何も覚えてない。あれから1年とちょっと経つんだけど、まだ普通に生活してます。これ、恐ろしいですね。気がついたら結婚して子供がいる。同じ境遇だったらヤバいですよね。病院、それか釣りって言って、こういう感じの怖い話あったよね。ブラックジャックにもあった、記憶喪失の子と結婚してふとした拍子に記憶を取り戻して消えてしまい、身を持ち崩した夫が再会した元妻は、みたいな話。怖い、意識のない間に、というより胸を打った日からの記憶が突然なくなったという方が近いんじゃないかな。コピペなら、初見だった、面白かった、ネタなら、読み応えがあった、面白かった、マジなら、病院行け、スキップ、北村薫、と同じだな。どうやら小説にこういった設定のものがあるようです。このコピペ思い出した、実話なら恐ろしすぎる。どうやら先ほどの話を思い出す人もいるみたいです。韓国でそんなのあったね。夫と娘を家に残してお買い物に出かけたお母さんが事故に遭って記憶をなくしてしまった。家に残された夫と娘はお母さんを探し回ってた。そして、数年後、探し当てたお母さんは、別の男と結婚し、子供まで生まれていた。本当の家族に再会しても、お母さんの記憶は戻らずという何とも言えない話だった。ドラマの話、違う、世界丸見えとか中井と鶴瓶の番組みたいなテレビでやってた実は再現ドラマ、韓国じゃなくて中国だったと、世界丸見えでやってたね。誰も悪くないのに後味が悪い話ですね。レスありがとう。一年経ってようやく気持ちが落ち着いたので書き込んだんだけど、反応があると、聞いてもらえた感じがして嬉しいです。631の話はよく似ていますね。何が怖いって、自分としての意識がないのに、ちゃんと仕事もしてたり友達と遊んでいたり、恋愛したりと普通の生活をしていたことです。とりあえず、ご主人とお嬢さんを愛してる。正直なところ私にとって突然現れた家族なので、戸惑いもありました。子供はやっぱり母性本能があるのか、この一年でとても可愛いと感じるようになりました。夫については、感謝はしていますが、結婚に至るまでの過程を知らないので。旦那や親はそのこと知ってるのかな？知らないなら親に、そういえば二十歳の頃にあの時どうしたんだっけ？くらい聞いてみた。親には当時のことを聞きました。でも親も私が胸をぶつけた、意識を失う原因となった、ことは覚えてませんでした。ただ、急に、おとなしいというか真面目になった時期が二十歳の時にあったと言ってます。親は、それを夫と出会ったおかげだと思ってるみたいです。夫には話せてません。思い出話は、家計簿や、アルバムなどで、少しずつ保管してます。ちなみに、意識をなくす前は自分のことを名前で呼ぶ女だったので、意識が戻ってからそうしてたら、びっくりされたというか聞かれました。記憶がない間は一人称が違ったということですね。二十歳で自分のことを名前で呼ぶギャル系、胸を打って劇的に性格が変化しちゃったのかね。仕事はしていたの。俺は旦那が怖い。あなたと旦那の馴れ初めを知っている共通の知人とかいないのかな。あと友人関係とかどうなんだろう。意識を失う前していた仕事はすぐ辞めていて、給料振込の通帳を見た。その後すぐ一人暮らしして転職していました。夫とはそこで出会ったみたいです。なので、共通の知人は職場の人です。以前の友人とも付き合いが続いていて、家族で互いの家を行き来したりしているようでした。ただ、なぜか転職の時実家からかなり離れた土地に越したので、今も、新しい友人関係の方が多いです。付き合い方がわからない。これが全部実話だとしたら、乖離性同一性障害、二重人格とかそういうやつ、ってやつかな。それとも記憶喪失で、5年間の記憶が全部吹っ飛んだのだろうか。
記憶喪失なんでしょうか。5年間は以前の私とは別人のような性格になり、生活して、1年前に元に戻りました。今も家族で暮らしてますが、一人になると今でも時々ゾッとするような恐怖感に襲われます。5年間の私は一体何だったんだろう、と、頭は20歳のバカっぽいギャルな自分のまま突然25になったので、わけがわからない。皆さん話を聞いてくれてありがとうございました。誰にも言えなかったのでとてもスッキリ、このレスを最後にして明日からも頑張ります。このレスを最後に彼女は消えました。9年前の話なので今は記憶が戻っているといいですね。では最後にとびきり怖い記憶喪失関連のスレを見ていきましょう。妹が記憶喪失になって俺の彼女ということにした話。だったら書く。ここはビップです。クソスレ製造板ですが記憶喪失の話があるようです。しかしどうにもキモータの妄想みたいな話になりそうですね。そんなのあるわけない。姉はガラガラ。クソスレの流れです。しかしここで恐ろしいことに気づくものが現れた。閲覧禁止ってなんだよ。あ、ここ閲覧禁止ってなってますね。2チャンネルで閲覧禁止のスレってどういうことやねん。閲覧禁止はロタ。閲覧禁止だから見てはいけない。閲覧禁止か、閉じよう。そうだね、閉じましょう。閉まった観覧禁止なのに開いちゃった、閉じよう。閲覧だぞ。俺も昔、観覧禁止かと、読み方わからなかった。いろいろバカを晒す人がいますね。閲覧禁止なのを、みんな見ちゃダメー。一人でまとめに乗ること前提で閲覧禁止書いてる人って、俺も記憶喪失だから閲覧禁止が読めない。だったか。だったか、じゃないよバカ。今そんな空気じゃないんですよ。見てないから、見てないからはよ。だいぶカオスになってきましたね。何から書くべきか、まず俺と、登場人物のスペック。俺、高1、身長176センチ、普通面だと。なんで普通にスレ進めてるんですか、閲覧禁止ですよ。いらない説明がキモい。設定をパクってくんな、やり直し。パクリちゃうもん。パクリとかの問題じゃないんだよな。これまとめてるブログあったら訴えよう。閲覧禁止なのに開いたのだから。あ、閲覧したのバレてしまった。釣りオツ。こんな感じでスレは落ちていきました。皆さんも閲覧禁止にはご注意ください。いかがでしたか？記憶喪失の人たちの書き込み。皆さん最初はすごいパニックになるようですね。自分が同じ状況になったらと思うと、とても恐ろしいです。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。ゆっくりの、怖い話。静岡県で起きた深夜の恐怖。2010年、ビップ、突如、深夜にオフ会もどきを開催しようとする者が現れた。心霊、静岡県中部にいるやつ、サイレン、迷彩服着てきと怖そうなとこ突撃しない。翌日が平日だし人集まらなそうです。参加したいけど静岡じゃねえ。静岡中部だけど迷彩服持ってねえ。心霊マンション的なところは知ってるけど迷彩持ってない。迷彩服というハードルが高かったようです。日本平の山道を自衛隊風に登りながら怖いところに突したいんだが、迷彩ってのを取っ払うか、ただし少しは登山っぽい格好で。火葬場のトンネル家から近いけど、あそこ有名なんだってね。静岡中部だけどどんどんって弁当や近所にない。浜松あたりなら余裕で行ったのにな。地元は焼津です焼津。昭和トンネルか奥へどうですか。静岡県民結構集まりますね。この時代のビップは人が多かったのかな。人数集まらねえな。こちとら上下新型迷彩防止で準備できてるんだが。急遽やろうとした割には人結構いると思うけどね。一は非番の陸自隊員か、富士といえば砲兵森が有名らしいな。演習場の中だから立ち入りは厳禁というかできない。だが、自衛官じゃなくてただのミリタリー&ホラーマニアです。その後も仲間集めは難航します。近所のヤバい場所の話なんかをしながらスレは進みました。拉致あかねえから一人で行ってこようかな。その後一の姿を見た者はいなかった。まさか、後にこれが本当になるなんてこの時は思いませんでした。とかナレーション入れてみます。夜は暗いから単純に事故に気をつけろ。女でも連れてけばまた違うだろうが。日本平、球技場の道から登ります。見つけたら声かけてね。それと迷彩柄は ACU だから、それじゃ、そろそろ準備にかかります。あと少しで日付が変わるという時に出発するようです。近所だけあってはってか、山で迷ったら一がうちの庭に出てくるかもしれん。これから車で向かうから目的地に着いたら待っててくれ。現地住民や他にも突者がいるようですね。目標は途中で山道入って自衛隊ごっこしながら各スポットを巡る。一人でだけど楽しそうですね。しかしこの後一が窮地に陥ります。職務質問なう。深夜に迷彩服着てうろついてたら言い訳できませんね。職質は任意だ無視は可能。また逃げながら職質を受けるのも可能。だが素直に受けるのが賢明。住人たちが心配していると。警官がネラーだった。このスレ見せてやったら笑ってたよ。とりあえず、不審者多発地域らしいんで勘違いされないように船越公園の頂上から行きますわ。iPhone で写真ウップできんの。
おまわりさんまでビップをやっているとは、ビップの全盛期だったのかな。現在船越公園、怖えな小屋、懐中電灯電池足りるかな。こんちはってでけえ声で言われたけどお前らか、何それ怖い。他にも突者が言ってるっぽいですね。現在公園裏の畑、これからトンネル付近に出る。写真撮ろうず、写真のウプの仕方教えて、現在山道、しゃがみ歩き中、iPhoneはよくわかりません。画像がないので臨場感に欠けますね。あーなんか人影発見、追跡してみる。山道で深夜に人影を発見したようです。追跡中、続行しよう、どうしよう、続行、それ本当に人か。遠くで確認しづらい、166センチの俺より背が高いと思う、おそらく男性、どんどん頂上に向かってる、疲れた、誰か車で迎えに来て、足早いって、マジで疲れた、相手に息継ぎ聞こえてないようにしないと。スネークごっこでもしてるんでしょうか、楽しそうですね。頑張れ、見てるぞ無理すんなよ、おいおい今から寝るっつうのに怖い話すんなよ。住人たちも楽しんでいるようですね、しかしその時。やば、一回こっち振り向いた、ここで引き下がりピークべきか。対象にバレたようです。現在逃走中、追いかけてきてるみたい。走ってんの、追われてんの、一応見られてるかわからないんでしゃがみ歩きしてる、少し隠れる。迷彩服を着てきた甲斐がありましたね。現在井戸風の丸いものの前、追跡再開。え、もうやめとけよ危ない。わってか、ワクワク、おいどうなったんだ。遅れてすまん、見失った、これ以上進むのは危険かな、待ち伏せとかないよな、護身に棒切れ片手に歩いてる。危ない人でもいたのか、それとも人材か、一体何だったんだ。手が汗ぐっしょりで携帯何度も落としてる、って帰る、棒立ちしててわからなかった。写真無理、棒立ちとか、こんな時間に何してんだ、怖え。こんな時間に迷彩服着てるやつも怖いけどね。撮影してるんだが真っ黒になっちまう、てか怖えよまだ棒立ちしてる、引き返そうかな。木まで別ルートから行けないか考えてるんだが、頂上まであと30分って立て札があった、挨拶してみろ。びっくりするほどユートピアやって。無茶言いますねこの人たち。ここは安価で、123。この状況で安価とか正気かこいつ。加速、加速、俺の自慢の迷彩服が汗と泥でぐしょぐしょだ畜生。加速、本当に大丈夫か、加速、加速。こんばんは、びっくりするほどユートピア。危うくびっくりするほどユートピアになるところでしたね。あ、びっくりするほどユートピアになっちゃいました。簡単に説明すると全裸で尻を叩きながら白目になって、びっくりするほどユートピア、びっくりするほどユートピア、と叫ぶ除霊方法です。テレビでどっかのアイドルが披露したらしいですね。全裸でやれよ畜生。わかった、服は脱げないが一応やってみる。やっぱり声出してやらないとダメ。出さないでどうする。わかった、やってみる。え、バカなの。来た。そらそうなりますよ。無理、逃げる。生きてるか。無理だ無理無理だって絶対おかしいよこれ。363、だかってブツフ言いながら近づいてくるんだもん。音は駅、ルアもやかんねえ。5分刻みくらいに報告が来ますね。一の緊迫感をよそに他の住人たちはあまり書き込みません。大丈夫か、それにしても人少ねえな、こえー。やべえ追ってきてるまた、近くのやつトンネル付近で拾って。現在また井戸風の丸いものの付近、冗談抜きで応援要請、武器持ってこい。写真とかねえからどこまで本当なのか信じられない。船越公園って清水のだよな。iPhoneで送ってどうやるの、だけど撮影しても真っ黒なんだ、なんか叫んでる。住人と一との温度差が笑える。画像のウプないし、武器持ってこいとか言ってるし誰も信じないよね。ひるんだ方が負け、勝ちたいなら、一も叫べ。大丈夫、そいつは一を仲間だと勘違いして追っかけてきてるだけ。仲間じゃないと分かれば殺すなりあの世に送るなりしてくれるだろ。どこも大丈夫じゃないですね。フラッシュ無理なの。フラッシュ、その手があったか。だけどもう少し待ってくれ、到底フラッシュできねえ。懐中電灯も消してるから、マジで近くに誰かいないのか。なんかジュノジュノ、がなんたらって騒いでる子、フラッシュが思いつかないってどういうことですかね。なんか急展開だな。ダメだ iPhone どうやってフラッシュに済んだ。これ買ったバカなんだ。マジですまん。せめて公園駐車場に誰か来てくれ。怖くてで走れそうもない。あれ、とても嘘くさいですね。よそのまとめサイトさんで見たときはもっと緊迫感があったのに嘘くさすぎて全く怖くないです。あまり怖くない話を怖くまとめるサイトが多くなった弊害でしょうか。ちょっと状況わかんないんだが、追ってたやつに追われてるってことでオッケー。そう、とりあえず気配は消えたからこのまま隠れて逃げてみる。眠い、一が殺されたら起こしてくれ。この展開だと気づいたら一の後ろにいるな。一が死ぬのを期待してる人が多そうです。いつの間にか帰り道方面に奴がいるんだが、終わりだ。あ、それ、頂上まで行ってボス倒せばいなくなるよ。おーおー人が見えた、奴も来た人の方に走ってったみたいだ。謎の男、は、仲間、を、連れて、戻ってきた。ちょっとばかり一と住人の間には深すぎる溝がありますねこれ。こんな時に釣るなんて。足つったみたいです。謎の男、なんか俺を尾行してる奴がいいんだよ。絶対見つけ出してハンバーグにしろ。声が出ねえ。もし途絶えたら明日でもいいから捜索に来てくれ。考えたくもないけど、頼む。もっと最悪のパターン、戦闘になるかもしれない。なんか大変そうだねえ。
一旦携帯切る、電池がない、電話できなくなったら終わりだ。盛り上がらないからか、バッテリー残量を理由に逃げる気っぽいです。ちゃんと釣り宣言してけ。幽霊だったらアウトとしてだ。そうじゃない場合、この時間と場所、あと警察の巡回を考えるとなんかヤバい件で待ち合わせしてたヤーさん関係、安い薬の売人とかな。どっちにしろアウト、今すぐ全力で逃げろ。後者の可能性が高いかつ後者の方が危険。釣り宣言まだ。静岡ビッパー助けてやれよ。だって眠いし、その後一の姿を見た者はいないという、軽い遊びのつもりがとんでもないことにってな。この一は全く愚かな人間だよ。一がいなくなった途端書き込み出す住人たち、一はいらない子ってはっきりわかんだね。なんだまだ 25% も残ってんじゃねえか。人が集まったので再開するようです。泥のせいで 5% に見えた絵、服装確認できた。黒のジャケット、緑のタクティカルパンツ、メガネ、かサングラス。この時間にサングラスはないと思う。なんかさっき見た人がいないようになってる。もう遅いし今日は寝た方がいいんじゃないですかね。だがよく考えてみてほしい。こんなに早々都合よくピンチな状況に出くわすものだろうか。今頃一はベッドに寝そべってご自慢の iPhone で我々の反応をニヤニヤしながら眺めてるに違いない。みんな空気読んで書かなかったことを書いちゃいましたね。その時だった。一の部屋に荒々しいノックの音がこだまするのは。変なストーリー作らないでください。早々都合よくピンチに遭遇したから困ってるんだよ。てか誰か助けに来てくれよ。喉も渇いて足も痙攣してるし腕もつるわきさんだよ。サイズに合ったブーツ履いてくりゃよかった。それともここで夜明けを待とうかな。クソ。うわぁ、人を追ってトンネルくぐったら位置が消えた、消された。トラウマすれ思い出した。頼むから最後まで生存報告はしてくれよ。そのすれ詳しく。一の話より面白そうですね。タイトルが思い出せなくてやきもきしてるが、なんか気がついたら多分女の子の位置が人のいないところに行き着いて実況しながら人を探してて、なんか近づいてきたってなって、そっちの方向に行ったらトンネルがあって、トンネルくぐったら途絶えた。確かこんな感じ。キサラギ駅のことかな。それちょうど今日見た。蓮見だかって位置のすれだよな。通過思い出させるなよ。鳥肌がすごいんだが。それを見て自分も似たようなスレ作りたくなったんですね。わかります。こんな時にマジレスして申し訳ないんだが、 iPhone ってローマ字入力なの。誤字が普通の携帯ではありえないんだが。空気を読んでたのに書かなかったことパート2が来ました。ちなみに iPhone はキーボード入力できるんだよ。フラッシュの付け方すらわかんないのによく知ってますね。今どこいるの？俺もうまく説明できんか。船越公園頂上の奥から裏の畑みたいなとこに出て、それなりに道を進んだら日本平のトンネル付近道路に出るはずだ。とりあえずそこにいてくれ。できれば徒歩及び複数人で。釣りじゃないなら不審人物に追われたつって警察呼べ。パトカーで家まで送ってくれるぞ。警察は最後の手段だ。ヤバくなったら電話する。画像のウプはできない。 iPhone でのローマ字入力助けてほしいけど、警察は最後の手段と言って拒否。見事な3連コンボですね。草薙の方から近い。 Google マップから見てるけど今一場所が把握できない。日本平の道をそれなりに進めばトンネルがあるはず。その近くにいてほしい。俺もおそらくその近くのはず。多分謎の男ってまだ近くにいるの？いや、さっきから気配がない。だけど走れるほどまだ体力が回復してないから、もう少し隠れてる。井戸風の水溜付近に今は隠れてる。想像している場所にいるとしたら近くに鉄棒があるはず。多分ない。腹が痛い。なんで画像が一枚もないの？察してやれ。実況初めて。 iPhone 浮く方法知らない。ああ、残り 15% 切った。誰か頼む。携帯だけが頼りなんだ。とりあえずそろそろ動いてみる。電池もヤバくなってきたしな。周りの寒々しい反応をよそに一人物語を紡ぐ位置。そして、誰か今トンネル付近にいないか。人の声がしたからダッシュで向かう。この書き込みを最後にスレから消えました。箱根から無事を祈っとくよ。おやすみ。マジなら健闘を祈る。俺も眠いからおやすみ。こうして1の携帯電池は切れ、すれ住人は寝るのであった。おやすみ。1も夜更かししてないで早く寝た方がいいよ。ぐんない。1が走り出すのと同時にみんな寝たようです。そしてこのすれは落ちていきませんでした。茨城から地元静岡中部を支援。おい1生きてるか？1大丈夫か？朝になって心配する人たちが現れました。ちゃんと流れ見れば釣り臭いと思うだろうに、ざっくりしか読んでないんでしょうか。心配する住人たち。なあ、誰か捜索行かないか。今日から明日にかけて。おっと、捜索志願者が現れました。明日昼12時、日本平付近と中を捜索。知り合いで手伝ってくれるやつ探してくる。おい1が出てこないと静岡民が船越公園に集まることになりそうじゃん。ちゃんと家に帰ったんで心配いりませんって言えよ。お前ら純粋すぎだろ。どうせ山なんて言ってないよ。1はガチ行方不明。釣りだと思うものとマジで信じるものに二分されてるのかな。結局このスレでは。とりあえず265は実行する。どうやら翌日捜索する人が何人かいるようです。車で通るだけ通ってみるか。しかしその前に、その日の夜に車で様子見に行く人が現れました。車で一応ドライブがてら行ってきた。なんかやけに車多い気がしたが、お前らじゃないよな。それと暗すぎてとても捜索どころじゃなかったよ。それと一が船越公園の方から登ったなら多分心霊で有名なトンネルの方じゃないかな。もう一つのはとてもじゃないが歩けそうなとこはなかった。
明日は昼から車で奥の方行こうかな。こちらもドライブがてら行ってきたが特に変わった様子もなく、週末だけあって走り屋が多かった。一月になったんだが途中で市が言ってた服装のやつに少し一致するのがいたんだが、いなかった。あれ、ただの釣りじゃなかったのかこれ。思い違いだと思うけど、その緑のタクティカルズボン、だかってので上が黒い革ジャケット、だがメガネじゃなくサングラスだった。市が言っていた特徴に近いですね。そしてさらに、どこら辺にいたんだい？夜景を見るところに最高な場所があるんだが、そこで休憩してたら畑の方から歩いてきた。で、市の発言思い出してガクブルしてた。ちょっと違和感を感じます。そんなガクブルしてたって割には、帰ってきて最初にスレに書き込んでから、2時間くらい経ってその人物に関して書き込んだことにちょっと違和感を感じます。ガクブルするくらい記憶に強く残っているならすぐ書き込むんじゃないかな、と思ってしまいますね。本当に該当の人物がいたのか、一がスレを盛り上げるためにまた書き込んだのか、一以外の人物が盛り上げるために書き込んだのか、いろいろ想像してしまいますね。そして翌日、10時から11時の間に出発します。ちゃんとオープできる人です。画像がないと盛り上がらないからね。おつ、わってかだね。しかし、朝9時の出発報告の後、なぜか報告が途絶えました。捜索隊も捜索隊でも出すか、わろた。などとやっていると、ただいま戻りました。携帯から何回も書き込もうとしたけどアクセス規制だかなんだかでできなかった。今日の朝まで書き込めてたのに意味不明すぎて携帯ぶっ壊しそうになったわ。現地に行った証拠も貼られました。汚すぎわろた。うるせえ、筆しかなかったんじゃボケ。筆しかないってある意味すごいな。てここどこ、井戸のとこ。468は船越公園裏の山の入り口、すでにヤバそうな臭いプンプンしてた。トンネル横の道、ここの奥に錆びた廃車があって行き止まりになってた。かなりヤバそうな雰囲気。この道の途中に水が溜まってる井戸らしきものがあった。が、写真撮るの忘れた。変なおっさんに怒られたので撮影できなかった。捜索オツ、変なおっさん詳しく。おっさんは50後半60代でミラー型サングラスがよく似合う人だった。俺が廃車を見てヤバそうだと思ったから引き返したら畑みたいなところからおっさん登場。貴様ら何しとんじゃ。俺、今ある人物を捜索中でして、人なんか来るわけねえだろ。ケイレ、俺、迷彩服の人見かけたらこの掲示板に書き込みを、すいませんでした。私有地だったのかな。そうじゃなければヤバそうな人かもしれませんね。これが例のトンネルのはず。二つ目の井戸風のもの、こっちの井戸はかなり嫌な雰囲気だった。今にも棒呪いのビデオ女が出てきそうな。これが噂の井戸か。30分表記の縦札。縦札2個目。この道歩いてたら俺に話しかけてきそうな態度の奴がいたがお前ら。ビッパーはコミュ障が多いのか声がかけられません。そこら辺に位置は落ちてなかった。迷彩服の死体が落ちてたらよかったのにね。3個目の井戸風のもの、中にまだ中身残ってる新しい缶あり。井戸多いですねここ。私有地とか枯れた建物、前来た時は門だけでロープなんかなかった。そして一番怖かったのがこれ、畑でもないのにシャツが、隣には獅子舞みたいな置物があってそれもまた怖い。怖いねこれ。ここもしかして本当はヤバいとこだったのかな。怖え、まさかそのシャツは一の。迷彩柄だったら面白かったね。これも怖かった、文字が完全に消されてた。竹林に入ったもの、ほにゃらら、とみなす。怖え。ここヤバすぎですね。おまけ、飲まなかったよ。捜索隊の仲間にあげたけど。お茶を誇りに思うのはわかるけどこれはやりすぎ。おまけに、俺はこの格好でうろうろしてた。おっさん、作業服みたいだな。なに、これでも米軍の最新迷彩装備だぞ。まあまあ、とにかくご苦労さん。そういや捜索班もう一つなかったっけか。ウッドランド迷彩のズボンを履いてる奴を一人確認した。だがチラ見しただけでそそくさと廃車の道へ行ってしまった。怪しすぎるだろ。それ1じゃねえの。いや、1は俺と同じ米軍デジタルかも、通称 ACU、のはず、まさかな。もう一度読み返したが上下でさらに帽子のはず、って俺じゃねえかそれ。あなたが1だったんですね。衝撃の事実。俺が1だったらどんなに楽しくお前らを操ったか、とりあえずまた暇ができたらもっと奥とか行ってない方とかに捜索出動します。今度は携帯がまともな奴を連れて。突者の報告はこれでおしまいです。怖かったですね。1の死体もなかったしこれで無事解決ですかね。昨日の元自だが、私物の暗視装置持ってるよ。日本平散策行ってやろうか。元自衛隊員が現れました。この人は昨晩。今来た産業、終わったのか。静岡中部済みの元自なんだが必要なさそうだな。元自衛隊、捜索隊に加わってやってくれ。そしてオプ頼む。と前日にさらっと書き込んでいました。暗視通してカメラでオプできるならお願い。てんてダメだな。暗視スコープでの撮影は無理があるようです。畜生、疲れてるってのに心が燃えてきたぜ。もしかしたら行くかもしれん。昼の突射ももう一回行きたくなったようです。あ、クソ体がくたくたなのに走り回りたいこの気持ちはなんだ。畜生、行って。薬でも決めてんのかこいつ。ジョニルも一緒に行ってこいよ。さすが将軍様。この人、
北の主導者のように呼ばれていますね。なぜかというと、突射はよくやってると思うよ。写真では40代に見えたけど、ぶっちゃけ俺はキム・ジョンイルに見えた。ごめん。この流れでキム・ジョンイル呼びが流行りました。支援してくれるのは嬉しいんだが俺はまだ20代です。ちなみに20代だそうです。その言い方はやめろ。自衛官殿はどんな格好で行くんですか？お前は家にいろ。俺が行ってくる。未成年にもしものことがあったら本当にヤバい。格好、もちろん私物の迷彩服に型。未成年じゃないよ。迷彩服に型。畜生、畜生多いからく。ジョンイル、落ち着け。誰か喜び組呼んでしかしジョニルは興奮しすぎたのか熱が出て突を諦めました。日本平を適当に散策してくるのし、時間があれば船越公園に寄って駅探し、帰ってくるのは2時か3時頃。みんな夜更かし決定だな。準備完了。行ってくる。スレ保守よろ。結局この人だけが行くことになりました。2時間半後なんだかな。戻ったぞ。来たー。ワッフルワッフル待ってたぜ隊長。さあ詳しく詳しく頼む。突射の機関に歓喜する住人たち。日本平入り口来い。暗い。日本平山頂。怖いよ、怖いよ。なあ、これの右上にさ、いやうん、なんか映ってね。やばい、見つけちゃった。お前のせいだぞ。え、何がいるんです。私にはわかりません。霊感の強い弟に見せたら803の右上は車の外の上から中に入ろうとしてる男の顔だってさ、逆さまだよ。ちょ、マジか、俺この後山ん中ハイキングしたんだけど。拡大しても私にはわかりません。皆さんはどうですか？白い少女が出る場所。白い少女って有名なのか。清水に向かうトンネル。ここもよく女が出ると聞くけどな。降りて散策。不法投棄禁止。ここで先ほど何かが映ってるという画像に印をつけたものが上がりました。おつ、だが顔だとはっきり認識できんのは2個くらいじゃない。顔、なんでしょうか。よくわかりません。とりあえず清水まで。ここで他の住人も画像を上げました。やばい、自転車に乗ってる霊が見えた。前で走っている自転車の前輪が浮いてるのか。これは、怖え。これは私にも見えるぜ。船越公園入り口奥のベンチ右端に人かな。おかしい、人はいなかったけどな。え、どこでしょう。人、わからんぞ。座ってるじゃん、よく見ろよ。俺もわかんない。なんとなくわかった。どこ、私、わかんない。まあいいか、船越公園やけい。上にあるトイレ。24時間営業の神々しいトイレですね。降りる階段ブレまくり。ぬこたそ。すまん、次スレどうするか教えてくれないか。頼む。そもそも1のことなんか忘れ去られてるからな。立ててできれば次スレで動画アップしてほしいな。1とかいう人も昔いましたねー。単純にみんな深夜徘徊画像を楽しむだけになっていますね。さてどうする。画像も動画もこのまま封印でも構わないよ。そういえばまだ山の中の画像上げてなかったな。まあ俺はいいウォーキングにもなったし。山中のが重要だよ。うぷうぷ。動画は次のスレで、どう？山へ向かう。カラスの死骸。え、よくわかりません。そして2スレ目に入ります。1が行方不明という情報が書かれていますが特に探してはいませんね。深夜日本平散策。あ、これ YouTube に動画を上げたようです。まだ生きているので興味がある方はぜひそちらでご覧ください。住人たちの反応をまとめていきます。2分55秒から小さい光みたいなの何？光が点滅してました。54秒で動画止めると顔のようなのがあるが、これは気のせい。あれ、私が動画を見たところよくわかりません。バッチリ見えた。何これ怖え。色がおかしすぎるよな。何秒あたりか教えてもらえる？54秒内の短い時間に現れて消えるよ。一時停止繰り返しながら見てみそ。じゃあちょっとそこだけ動画をお借りしてスローで流してみましょうか。動画の53秒から 55.5 秒くらいまでを 0.25 倍速で流します。わかりましたか？見えてるっていう人たちは、周りが見えてるって言ってるから見えてるって言ってるだけじゃないでしょうか。かっこやけくそ。それでは次に行きましょうか。暗視装置、深夜日本平散策に、暗視装置のみ、元データよりかなり画質が落ちてる。多分暗い色系統は勝手に切り捨てられているっぽい。2個目の動画です。忘れてなければ概要欄に貼っておきますね。おやすみ。限界が来たので寝たようです。お疲れ様でした。おいもとじの写したやつマジモン写ってるらしいぞ。釣りとかじゃなくて。どれにだ、ちょっと待って詳しく検証中。検証した画像。これっぽいですね。さらに色を変えたものがあります。人影と言えなくは、ない、かな。これは、すごい、確かにそう見えるね。動画じゃ気づかなかった。
動画の16秒あたりらしいのでこれもスロー再生してみます。わかりましたか？どうやらこれっぽいですね。皆さんにはどう見えますか？笑う女の霊の何が怖いって、2メートル以上あるんだよな。浮いてるだけかもしれないけど、元地に何も起きなきゃいいが、こんなんだったらジョニルを代わりに行かせるべきだった。もう怒ってる、熱が収まらないし今朝落とした。ジョニル、ジョエンルならただはしゃぎすぎただけだろ。マエスレの位置はどうなったの？今日は誰か突するの？それともこのままグダグダ続けるの？画像の透過などもなくなりスレが閑散としてきました。誰もいないか、まあいい、マエスレ1の捜索報告でも書くよ。おお願いしますぜ。俺は待ってたお帰りだぜ。土曜の12時頃に本平パークウェイ静岡側の入り口に着いた。土曜の夜だから走り屋がたくさんいて山頂に行くまで事故やらネズミ捕りに捕まっている連中がゴロゴロいた。動画の音声でも聞こえてくる爆音はそのためだ。警察の多さには正直ビビった。日本平の頂上に行く寸前に途中霧がかかった。ちょうど停車できるスペースがあったのでそこに車を止めて、霧の雰囲気を取ろうとした。ここで画像が上げられましたが画像が見つかりませんでした。これ以降の画像も全て見つかりません。多分ネット上にはないんじゃないかな。それがこれ、光は対向車の光だ。ふと見るとハイキングコースらしきものがあるからそこへ入ることにした。周りは霧だらけ、雰囲気も抜群、何か収穫があるかもとそう思ってその路地に入っていった。まさに誘われるがままに、俺はライトを消してズンズン進むことにした。霧は相変わらず濃いがそれが日本平。一の捜索は一旦忘れてその路地を進むことにした。一のことは思い出さなくていいです。なあみんな覚えてるか、俺が、動画やばいな、って言ったの、覚えてる。いや覚えてないわ。前スレで実は言っていました。前後の流れ的に意味がわからなかったのでスルーしてましたが。それがどうしたの？そうか、実は言ってなかったんだぞ。ハイキングコースの向こう側に誰かいたんだよ。ここ多分、毛が抜けてますね。実は言ってなかったんだけど、だと思います。はじめカップルかと思った。動画で足を止めて左右に振ってるだろ。それはそいつを探してたからなんだよ。はいはい面白くなってきました。歩いていくうちに夜景が見えてきたから、ああ、多分そこにカップルがいるんだな。もしくは一人で夜景でも見に来たやつかと思ってさ、動画を一旦止めて声をかけたんだよ。さすがにびっくりさせるのも悪いからさ、こっちから、こんばんは、ってね。ジョンが見た捜査官か。声かけたのか、すげえな。もしやただおかん決めようとしてたカップルぜ。そしたらさ、誰もいないんだよマジで。夜景を見るためのベンチがあるだけで人がいない。さすがにおかしいと思ったよ。声は聞こえないけど俺以外の足音って誰だよ。ちょっと怖くなったけど撮影してやろうという気は満々だった。ひぃ、やめてマジ怖い。続きをどんどんくれって、もう怖くなってきた。それから辺りを捜索しまくった。画像がないのが惜しいです。この写真はその時の、夢中だったからカメラと暗視装置のピントがずれてる。その場所からちょっと降りたら、もう一本、作業道みたいなのが見えたんだよ。そしたらさ、また霧がかかってきたんだ。足音はもうないけど、いよいよこいつは俺を誘い込むんだなと思ってさ、暗視装置とカメラのピントを合わせて、動画で撮りながら進むことにしたんだよ。それがこれ。先ほど上げた2本目の動画のようです。ちょっと質問なんだけど、足を取って草むらの中歩いてるとガサガサっと顔とするような、そういう感じのやつ。すまん語弊があったな。正確には俺の前を歩く足音、動画に俺の足音が入ってるだろ、ザッザ、みたいな、あんな感じ。正直女の歩く足音じゃない、普通の成人男性だと思ったけどな。動画を撮影しながらただ淡々と歩く、途中左右に首を振って誰かいるか探す、こちらは完全に見られてるはずだから、どう反応するのかも少し楽しみだった。動画の残り分数も足りなくなってさ、低画質モードに切り替えたんだ。それは、実はまだアップしてない。下道から下へ下ったのに、俺は登った覚えがない、と思っていただけかもしれない。なのに路地の入り口はおかしいだろうってね。ふと思って何気に2枚だけ撮ったのがこれ。そのまま車に向かって歩いていって、何か映ってるかなと思いつつもとりあえず山頂に行くかと、準備してたんだ。俺の車ね。ちょ、ミラーの後ろ、笑ってるような。何か映ってるみたいですね。船越公園は簡単に、正直、人がたくさんいた。夜景目当てのカップルばかりだ。俺やばいって思ったね。カメラに暗視装置、おまけに迷彩服、どう見ても不審者です本当に。それでも公園内を歩いたよ頑張って、一人でさ、うん、いい夜景だ、とか、トイレが明るくていいな、とか、とにかく怪しまれないように取り繕った、死にたかった。涙が出てきますね。船越公園はカップル多いけど鳥もよく回ってくるよ。あと前に首吊りがあった。池に水したいもな。そんなこんなで、帰宅して、あまり画像も動画も見ないでうぶしてたら、日本平山頂画像が何か映ってるって言われて、やべえ連れてきちゃった俺、ってなった。だから動画に大層なもん映ってたらやばいなと。結局船越公園近くの裏山も行かなかったし、カップルのせいです。トンネルに関してはどこにあるのかさっぱりだった。もちろんマエスレ1なんか発見できるわけもなく、いい年こいたおっさんの冒険になったわけだ。何か質問あれば答えるよ。新田邸は、俺はそこら辺住んでないからわからないけど、なんかいろいろとやばいんでしょ。どこにあるのかさっぱりだ。それに捜索する場合、所有者の許可が必要だしな。警察に捕まるようなことは社会人的に無理。
新田邸は船越の火葬場と草薙をつなぐ道付近にあるよ。アリス草薙っていう老人ホームの看板がある道をひたすら入っていくと屋敷、塀で見えないけど、がある。今はヤクザが出入りしてるらしいからそっちの方が注意。ヤクザ出入りと心霊スポットってたまに合致するよな。やっぱヤバいことでもしてんのかな。ハイキングコースの向こう側にいたってのは、人影、それとも気配。足音、経験すればわかると思うが人は真っ暗闇になると音に敏感になる。誰かが歩く音が聞こえてさ、十数メートル前くらいよ。足音は普通に歩いてる感じ、それとも行進してるような。普通に、目的に向かって普通に歩いてる感じ。探索したのはハイキングコースとどこ？船橋公園内。公園内のどこらへん？手前のロータリーに車を止めて、階段を登った先の広場とそこのトイレ、カップル多くて怪しまれそうだからそれで打ち切った。なければもう寝る。念のために言っておくけど、動画や画像に加工はしてないし、報告もそのありのまま書いた。それだけ、おやすみ。こうして彼は消えていきました。この後も少しスレは残り続けましたが、特に何もなく500くらいでスレは落ちました。いかがでしたか？深夜の徘徊画像スレ、いや誰かが行方不明になったスレでしたね。まあ多分釣りでしょうから行方不明になった位置はいなかった。それでいいんじゃないでしょうか。っていうか30分近くの長編になってしまいました。編集が思いのほか大変だったぜ。皆さんはこのお話どう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。